皆さんおはようございます。2018年2月の28日13時27分です。チゲットありがとう。おはよう。ご飯食べた後です。よろしく。今日もよろしく。メガホン10個ありがとう。いきなりありがとう。おはよう。はい、若津、おはよう。楽しんでってね。お、この人だ。ありがとうね。アイテムありがとう。おはよう。昨日はお疲れ様。なんか大変だったね。ただね、一回ディスったらやめようね。あの、新しく出てくるまで。やっぱ女の子だから、相手はね。一回ディスったらやめましょう。男はね、ディスっても配信者だからいいけど、一回ディスってるのを、ずっとやるのは良くないっすよ。今月何歩稼いだ？あ、これはね、まだ発表しない。ハートプレゼントありがとう。おはよう。おはよう。秘密です、僕はいくら稼いなのか。まあ目標達成できたら発表しようかな。目標達成できたら発表しよう。多分ね、でも無理だと思うよ。今日1日で126発は無理だと思う。メガホンありがとう。おはようございます。はい、おはよう。バガーありがとう。アイテムありがとう。おー、すごいね。オープニングでアイテムもらえると嬉しいな。いや、昨日は大変だったね。ありがとう、ありがとう。おはようございます。みんなアイテムありがとう。いや、昨日マジで大変だったよね、本当にね。まあでも反感買っても仕方ないよな、あればっかりは。やっぱりお金投げてる人をさ、侮辱する行為はダメだよ。なんで126発なの？ほんとね、126発で最高記録、最高月収になるのが、126発上がると最高月収になる。ヒゲ剃った方がいいかも。それね、言われるんだけど、ヒゲ剃った方が怖いって言われるんだよ、結論。ヒゲ剃った写真見せてるのね、みんなに。で、実際ヒゲないあった方がいいわって言うんだよね。あ、体調良くなったよ、大丈夫。はい、いらっしゃい。ヒゲ剃った写真を見せて、あ、ダメだっていう結論になってんの。ヒゲあった方がいいんだよ。ヒゲ嫌いなね、女の人もいるからね。大体ね、ヒゲ剃った方がいいよっていうのを。赤いチェックのマフラーいいの？俺チェック好きだよ。俺チェックのマフラー好き。チェックのスカートも好き。顔童顔っていうか見てみる？あのヒゲ剃ったの。見たことない人が大体言うのよ。ヒゲ剃った方がいいよ、はどうって。ヒゲ剃ったらイケメンなのにって言うんだけど、ヒゲないとアスペとか、なんつうんだろう、サイコパスっていうかね、ちょっとね、怖い顔になるんだよね。見てみる？見たい？ヒゲ似合ってる方だと思うんだけど、ヒゲなくなるとこうなるんだよ。なんかすごい精神病感が半端じゃなくない？怖いでしょ？怖くない？なんかね、ちょっと病的な感じになるから。ヒゲが意外とマイルドになってんだよ。ヒゲ剃ってもイケメンじゃないでしょ、全然。怖いでしょ、これ。これ笑うでしょ、イメージと違うでしょ。だからヒゲあった方がいいわって、そう、ヒゲあった方がいいわって言われるの、結論。もう何回もやってんの、ニコ生の頃から。だからもう写真見せたらみんな納得すんの。これはなんか変だわっつって、なんかほとばしるわ、病気感がっつって。牛島くんは意識してないかな。そうそうそう、顔が平坦に見えるんだって。平坦っていうか今の方がいいでしょ、今より丸かった。ああ、太ったり痩せたり激しくて、これ、目元に意識がいくから。ああ、わかんない、なんでだろう。ちょっと理由は分かんないんだけど、そうなるんだよね。陰毛がない大人、よく分かんないわそれは。はい、どうも。いや、昨日さ、山崎邦正のあのガキツカのさ、芸能界引退記者会見見たんだけど、山ちゃん芸磨いてるな。俺ね、50歳になってまだ面白くなるとは思ってなかったから。見た？みんな、山崎邦正の
あれすごかったよ。あれめちゃめちゃ面白かった。今まで最高傑作かもしんないな。ガキの使いあらへんでっていうさ、まっちゃんの番組があるんだけど、ダウンタウンの。それで毎回さ、山崎邦正が引退するって数年に一回やるんだけど、今回何が違ったかっていうと、芸能界完全引退っていう記者会見っていう感じだったんだけど、もう抜群に面白かったね。なんかね、芸が磨かれてるっていうかね、多分ね、あの月亭邦正になったじゃん、山崎邦正から。月亭邦正になってね、落語を覚えてからね、笑いのね緩急がすごいんだと思うの。後で見た方がいいと思う。もう要はまあ毎回一緒のお約束のだから、ネタとかも振りとかもないじゃん、オチとかも。もうみんなが分かってるテンプレートなんだけど、いやいや、あのね、正直言うと後半微妙だったんだけど、ところどころ、あれこいつ芸人として笑わせることできるようになってるっていうか、山ちゃんの笑いって基本的に芸人でいじられたら面白いのに笑わせることができないっていう滑り切れタイプだったの。それわかるでしょ。滑ってみんながなんやねんみたいな笑いなのに、今回はなんかね、多分ね、俺落語が原因だと思うんだけど、笑わせてるんだよ完全にね。毎年やってたけどね、最近3年ぶりなんだよね。今回良かったよね。今回どうだった、みんな。ちょっとね、100点ではないんだけど、オープニングと、あの、そのと、まあみんなは知ってる人は知ってると思うけど、中盤っていうか後半のトークがあるじゃん。後半のトークの中盤まで磨きがすごいかかったよ。笑いんキレ出てきたよね。っていうか、あれ何なんだろう。なんかね、50代にしてこいつ面白くなってるっていう。普通50代ってつまらなくなってくじゃん、芸人として。進化してるんだよね。あれ顔かな？すげえ面白かったんだよね。いや、違う緩急だよね。そう。っていうか、あれってさ、もともと松本人志が最も得意とするやり方だったんだよ。で、山崎邦正って松本人志イズム全く継承してなかったんだけど、あの、松本人志の世界観手に入れてるよね、なんか。俺、びっくりしたんだよ。あれ、山ちゃん、芸が磨かれてるって、前の山ちゃんも好きだったんだけど、月亭邦正やるじゃんとか思って。俺、めちゃめちゃ笑ったもん、今回。めちゃくちゃ面白かった。キレが出て、あれは何なの？哀愁かな？なんかあるんだろうね。年齢なのか、何なのか分かんないけど、すげえ今回良かったよ。月亭邦正引退。まあね、何が出てきたとか、ネタバレになるからあれだけど、俺はね、正直、芸人さんとしてすごい、すげえなと思った。50代でこんなに面白くなるんだっていう。この人すごいわ、芸磨いてるわ、と思って。あれ明らかにテクニックなのよ。今までは偶然的に突発的に面白くなることはあったんだけど、明らかにテクニックで笑わせに来てて、そのテクニックがすげえ面白いの。そういうことです。投げてもらうことで最高月収になるかもしれないということですね。投げなくても結構です。以上ね。でもまあ人生で一番の最高月収になるわけだから、俺はやっぱりね、報告しないとね。まっちゃんの映画は、映画向いてなかった。俺そんなことないと思うよ。松本人志が映画向いてないとは俺全然思ってなくて、っていうよりもむしろ俺大日本人大好きの。あのね、松本人志がやってることって映画じゃなくて、なんかね、映画を撮ってるっていうから期待値が上がったんだけど、みんな誤解してるのが、松本人志が映画やっただけなのよ。松本人志が映画を作ったの。だから、なんていうのかな、松本人志がコントをやっただけなんだよね、映画っていう舞台に対して。そう。なんで花火返せって、花火返すことなんかできないよ。何花火返してほしいって。何があったの。松本人志の世界観独特っていうか、間が独特だからね。たけしさんは、あのね、俺はね、花火を見て、やっぱり花火の評価で世界取ったじゃん。俺、花火は最高傑作だと思うよ。俺、アウトレイジとか、あんま微妙なの、正直、ヤクザもの。
俺花火は本当の最高傑作だと思うよ、映画史上に残る。あれはすごい作りだったもん。だからあれはたけしさんは映画監督として才能があったんだよ。まっちゃんは俺好きだけどな、まっちゃんの映画コントって感じで見てるから、うん、ねえ赤いチェックのマフラー好きだよ俺。あブラザー微妙だな俺、ブラザー微妙だった。なんで挨拶でき、挨拶できねえのか。あのね、90人いてトークが仕事なんだ。挨拶してほしかったら友達作りに行きな。ここそ友達作りに来る場所じゃないから。うん。俺挨拶はちなみにしてるけど、トークが盛り上がってる時になんでてめえの挨拶で100人見てる枠でさ、てめえの挨拶で俺のトーク止めねえといけねえんだよ。空気読めよ。え、花火じゃなかったっけな、ソナチネだっけな。俺が見た方どっちだろう。あの奥さん最後に殺しちゃうやつってどっち？奥さん最後に殺すやつが最高傑作だと思ったんだよ。あれ花火じゃなかったっけ？ソナチネだっけ？どっちだっけ？どっちだったっけ？いや感覚ずれてる？そうかな？感覚ずれてる。まあずれてるだろうな。俺大日本人でみんながシーンとなってるところで映画館満席だったの。大日本人3人ぐらいしか笑いのタイミング合わなかった。みんな弾いてるところでずっと笑ってた。だけど、こいつら何しに来たんだろうと思ったもん。こいつら本当にまっちゃんのファンなのかなと思った。3人と握手したかったね。花火は刑事のやつか。あ、じゃあ花火だ。刑事で奥さん殺しちゃうやつでしょ。じゃあ俺が最高傑作だってさ、花火だね。沖縄の高層のやつは微妙だった、俺は。沖縄の構想の話は微妙だった。あそこからアウトレイジ感が出てきたから、あれは俺の中で正直ない。ココア様の AV 見てないよ。ココア様ね、一回会ったことあるからね。なんか会ったことある人の AV、 例えばココロちゃんとかココア様とか、あんま見る気にならないかな。ファンタジーじゃないからそれって。大日本人は最後の最後で俺は大爆笑したけどね。なんだろう、キム兄とかさ、まあ板尾とか全部出てたけど、最後にそのなんだ、あのなんだっけ、あのメガネかけたさ、ミヤ、あの星ちゃんの相方なんだっけ、あいつが、めちゃくちゃやってたりとか、すげえ面白かった。最高だったけどね。ドルさん生きてるよ、ドルさん生きてる、ドルさん生きてる。はいこんにちは。宮迫だ、宮迫すげえよかったね。宮迫じゃない、宮川大輔と宮迫ね。宮川大輔と宮迫が暴れまくってるのが面白かった。笑い理解されるのに時間かかるっていうかね。俺ね、松本人志のすごいところね、これ俺松本の評論なんだけど、松本人志は俺にしかわからない、本当はすごく狭い笑いなのにコアなファンを作ることができて、松本人志は俺はわかるっていう信者を作るのがうまいの。本来は大衆向けの笑いじゃないんだよ、あの人がやってんのって。もう超、なんつうんだろう、5人、100人に5人ぐらいしかわかんないような笑いなのに、その5人が、俺は松本わかってるぜ、みたいな、語らせるのがうまいの。信者をめちゃめちゃ作るの。本来だから好感度低いじゃん、あの人。だし、松本人志嫌いっていう人意外と多いの。だけど、そのコアなファンが、そのバーって広めるから、エヴァンゲリオンにすごく似てると思う。エヴァンゲリオンって本来ね、大衆向けの作品じゃないと思ってて、エヴァンゲリオンにすごく似てるね。うん。あ、お風呂入りながら聞いてくれてんのね。ありがとう。わかる。私もシミケンにリアルで会ったらエッチな目で見れなくなった。ああ、まあそうだろうね。明日があるさんはドラマ役でちょい役で出てくる松本人志というか、めちゃめちゃ面白い。ほー、あ、見てなかったなあれは。ありがとう、いつも聞いてくれてありがとう。そうそうそう、理解できる人が、いや俺ね、全員理解しろよっていうのの言い訳っつうか、強がりでそれを言ってると思うよ。なんで理解できねえんだよって常に怒ってるタイプだった、若い頃は。最近丸くなってきていいやってなってる気がするけど。そう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 、松本人志を語る男は俺嫌いなんだよ。あの松本人志を熱く語ってる人ほど松本人志分かってなかったりするから、
俺も同意見38号初見さんいらっしゃい。うん、ゆかじツイッター受けました。あ、見てないわ。もう鼻高いね。ノリさん救急車呼ばれたよ。っていうか、あの、俺とリスナーさんが打ち合わせたっつうか、これ呼んだ方がいいかなっつって、うーんって言って、俺も4回電話したんだけどね、結局呼んでもらったね。ドレさん、まあ寝落ちだと思ったよ。あのね、ドレさんがラジオ放送つけてる時いつも言ってるけど、ドレさんとメールしたんだよ。俺寝落ち配信ってリスナーに言ったよってなんか配信外で言ってきたから、バカ野郎って、天竜みたいな声だからみんな聞き取れてねえんだわっつって、本人気づいてないのよ。俺今日疲れてるから寝落ち配信だからって言われて、わかる。俺ごめんね、リスナーさんのとか、あの、寝落ち配信だからって言われてさ、これはろれつが回ってなくて脳梗塞の前振りにしか聞こえないじゃん。これで俺は寝落ち配信って言っただろうって言ってんの。いやいや、そんなの聞き取れるわけねえだろうっつって、バカすぎるわって言って、いや、あれはね、なんかこれ本当なんだけど、リスナーさんに怒鳴ってたでしょ、毎日毎日で。ぶっちゃけた話、裏で面白いからやれやれっつったの俺あの怒り気面白いからやれやれっつってたら、本気でやってるんだって、あれはネタじゃねえっつって。でもなんか過剰にやり始めたら、ああなっちゃったんだよ本当に喉潰れてんの。だからアンチに怒って本気で喉潰れてんの、あの人。それもまたすごいけどね、すごいよね。まあでも救急車つうか配信者で途中で寝るのはあれは心配するよ。俺もリアルタイムで見たけど、前回のは動画で見てたけど、あれは心配するよ。うん、脳梗塞が起きることもあるし、年齢が年齢だから、あれはね、要は寝配信やるべきじゃないよ。もうね、要はなんでリスナーさんから花火上がんなくなったかって言ったらさ、あの、片手までやってるように見えちゃって、手抜きに見えちゃうんだよ。だから疲れてる時は体休むべきだし、格闘技に専念するなら格闘技に専念する、配信に専念するなら配信に専念しないと、リスナーは納得いかないよ。うん。最高月収いくらになるかはね、目標達成したら言うよ。目標達成したら言う。まあまあまあ、幸せ者だよ。ごめんなさい、45号さん、超久しぶりですって言われてもね、俺アイテムもらわないと誰だかわからない設定なんですよ。キツネ枠、俺も誰だかわかんないんだ。ごめんね。アドさん、どうやらユカチはお咎めなしってことで収まりそうな方向みたい。悔しいけどしゃあねえな。どうなんだろう。まあまあ最終的には運営さんが決めることだけど、どうなんだろう。信用を失うんじゃないの、運営さんが。まあ俺ね、正直ね、運営さんの体質がどんどん変わっていってるから、要はね、配信者を全員守ろうとしてて、すごく厳しくやってたのね。不正をする人はバッツリ排除するってやってたんだけど、最近ね、大手にこびるようになったり、癒着が見えてきたから、それはしょうがないよ。もう要はね、権力を持っていくとやっぱ厳しく監視しないといけないんだけど、そしたら人が離れる、ニコ生みたいに人が離れるだけだから、まあしょうがないと思うよ。ハートプレゼントありがとう。俺はゆかちをこれ以上責めるつもりないよ。昨日言いたいこといっぱい言ったから。これ以上やったらいじめだもん。
いやー、すごかったよね、向こうのリスナーさん。貴乃花さんと、なんだっけ、アスパラガスさんか。それは分かんないな。運営さんが手を引いて、裏で手を引いて、ユカチーと共謀してたのか、ユカチーがやったのか分かんないけど、俺は一個、もっと深い可能性を疑ったんだけど、これはあくまで疑いだから、話半分に聞いてもらいたいのね。俺、こういうことなんじゃないかと思ったのが、ユカチーってニコ生の運営とズブズブなの知ってる？あの人って公式番組出るぐらい、ニコ生の運営とズブズブなの。これもしかしたらニコ生の頭いいスタッフが、ニコ生が今仕掛けてるんだよ。俺アウトローじゃない。だからね、フワッチの評判を落とすために仕掛けた罠だったんじゃないかなとかも思い始めたわ。ちょっと疑りすぎかもしれないけど、ちょっと死角なんじゃないかとも思い始めた。ぶっちゃけね、ユカチーはね、フワッチがなくなっても、あの人は食っていけるんだよ。正直ニコ生の方がむしろ数呼べるから、まあないだろうけど、いや、ズブズブだよ、ニコ生の運営と。だから、そういう可能性もあるよね。俺が呼んだわけじゃないよ、救急車は。広告塔だとは思わないけどね。まあでも、あの人を嫌いになった人が多いんじゃないの、今回は。しらけたリスナー多いよね。俺、喧嘩弱いよ。捨て頃見てみなよ、54号さん。喧嘩強かったらあんな負け方しないでしょ。喧嘩強かったら捨て頃であんなひどい猫パンチ打たないよ。捨て頃はどうで検索してごらん。いやー、どうだろうね。ちょっとね、微妙だよね。ああ、はまってくれて嬉しいです。ぜひフォローよろしく。のんちゃん元気ないね。ちょっとうつ病ひどいね。でもね、のんちゃんに笑顔になってもらうために俺も頑張ってんの。手出なかったね。あれは本当に情けなかったな。だからまあ無理言って便所さんに出させてもらったんだけど、あんな悔しいことはねえよな。まあ注意で終わりだろうと思ったけど、それだったらリスナーさんがね、ふざけんなってなるよ。俺もやっぱリスナーさんを代弁するの立場だからさ。まあビジュアルじゃないの。熟女なの？若いんじゃないの？喧嘩弱いよ。喧嘩何回負けてると思ってんだよ。あ、ハートありがとう。モグリンさん、ハートありがとう。ありがとう。コメント書いてくれてありがとうね。いつも見てますって、これね。おっさんだったら面白いのにね。いつも見てますって、怖えわっつって。喧嘩しないよ。口喧嘩だったらいいよ。口喧嘩ならいくらでもやる。俺の土俵だから。口喧嘩は強い。63号さん。口喧嘩自信あるな。口喧嘩しよう。ただ暴力はダメ。俺は才能がない。嫌いだし、弱いから。のんちゃん一日中寝てる。鬱の人はよく寝るの。ユカチ38歳なの？あ、そうなの？あ、そう。そりゃ図太いわな。38なの？マジで？ネタじゃなくて。へえ。それはすごいね。それはすごいね。知らなかった。俺、もっと若いと思ったら24とか、いや、それ言い過ぎか、26とか。マジか。そりゃ図太いわな。いや、俺はだって別に彼女を叩くためにやったわけじゃん。彼女をやったことを、罪をね、叩かないと。図太いわな、そりゃ38だわな。38じゃお前裏技だと思ったらねえだろ、あんな猫なで声でな。ネルさんの彼女だね。それは知ってる。ありがとうございます。バーガープレゼントありがとう。のんちゃんが元気になるように。ありがとう。のんちゃん笑顔にね、なったら俺も幸せだからさ。ありがとうね。まあ、アイテムもらったらのんちゃん元気になるのかっていう、それはよくわかんねえけど。俺が笑顔になるだけなんじゃねえかっつってね。ごめんね。ありがとうね。まあ、太い玉だよな。太い玉だよな。まあ、大手なだけあるわ。リアルタイムでその子のことを教えてあげたのにスルーしてたのにさ、え、ごめんごめん、その子って誰？何？スルーしてたのに騒がれて便乗。ちょっとごめん、よくわかんないわ。
あのね、情報って覚えておいた方がいいよ。情報って正しいことを言ってるとか何を言ってるか重きを置いたらダメだよ。情報っていうのは誰が言ってるのかだよ。いつも言ってるけど、俺が信じるのは誰が言ってるのかが情報を精査するときの。それさ、匿名枠でさ、こんなことありましたよっていう情報を言われても、俺からしたら便乗の落書きじゃん。なんで俺に電話かけてこないの？なんで俺に LINE で、コツでやらないの？俺だって、あなたが誰なのか分かんなくて、便乗の落書き状態なのに、それ一個一個真に受けるわけないじゃん。うん。そんなさ、なんで私が情報提供したのにって、匿名コメントで書いたんでしょ？そんなの信じるわけないよ。ハートプレゼントありがとう。みんなだってそうでしょ？みんなだってそうでしょ？自分で裏取って、自分で発言に責任持ってやるためにやるんだよ。そういうもんでしょ。中森明菜衆はしないけどな。わちは別に沈没戦だと思わないけど、貴乃花の声マツコデラックスだったかどうか分かんねえわ。俺はね、発言の整合性とかあんまり気にしないっていうか、どうでもいいと思ってて、別に間違ったこと言ってるやつで超面白いやつがいればそっちの方が面白いっていう感じかな。その子っていう人がメガホン不正の原因なの、卵味噌とは絡むな。なんで俺の友人関係にさ口を出すの？こういう関係にあなたに何の権限があるの？親？俺の投げ銭始めるんだ。へえ、ツイキャスは。へえ。のんちゃん美人だと思うけどな。あのストレスでね、あの肌が荒れてるからケロイドみたいになってんだけど、だいぶ良くなったよ。ユカチのツイート？ユカチ、いやもうトリックスターだから振り回されたらダメだよ。あのね、要はね、あの無視が一番効くんだよ。無視が叩かれてね、ちょっとあのなんつうの、ちょっとその気になってんのよ。人気出た私ってダメだよ。あんなの取り込もうとしてるから。鮫島さんとかもう叩かなくなるよ。次の話題が出るまで。あのね、プロは過疎ほどこれに便乗して毎日叩くの。いるでしょ、毎日ずーっと同じネタをやるやつ。俺らは違うから。俺と鮫島さんは違うの。さっぱりしてるから。一日徹底的に叩いたら、はい、次なの。俺らは。そこに徹底的にやるの。徹底的にやるの。俺らはいじめ嫌いだから。いるでしょ、いるでしょ、毎日毎日ずーっとやってる人。あれは過疎の特徴なの。だからずーっと飽きられる。同じネタしかできないから。俺らもうそんなどうでもいいんだよ。言いたいことはその場で言うから。昨日散々言ってもうコリゴリだよ。まあ、やったもん勝ち状態っていうのは手の内バレたらもうダメだよね。あ、まあまあ、いや、だからあれが囲いでしょ？あそこで花火投げるっていう、要はもう関係ねえよってことでしょ？宗教のお布施みたいなもんだよ。教祖様が白いものを黒だって言ったら黒だって。黒いものを白だって言ったら白だって。関係ないって。あれが囲いだよ。早くいなくなれ。それは無理だな。バカだよ。養分は売名でしょ？ネチネチしないつが、もう頭痛くなるから疲れんのよ。言いたいことは言ったよ、俺はね、多分ね、鮫島さんは次のネタ探してると思う。次のターゲット。ユカチーだけじゃなくて巻き込んでやろうと思ってるはずだから、絶対鮫島さんは先手打ってるのね。そう。鮫島さんは絶対次の情報を掴んでるはずなの、今。で、精査してるはずだから、他の情報あったらちょうだい。売名？まあ売名っつうかね、配信やるイコール売名だと思ってるから。運営のことを昨日よく言ってたけど、何も対応してない運営どうなのかな。いや、何も対応してなくない？すぐにメガホン止めて、あの公式アナウンス出して。俺普通に神対応だと思うけど、ニコ生なんか 1,2 ヶ月放置してそのまんまだよ。ゆかじだけではないでしょ。疲れるね。一日中まあ家にいるね。水には3年粘着する。すげえな。
クリーンにやっててああだもんな。クリーンにやってないじゃんAF もアイテム不正知ってた。ニコ生勢が怪しい。ニコ生勢は強いのよ。なんでかっていうとオタクたちでパソコン勢、俺らスマホ勢が多いでしょ。半分ぐらいスマホなんだよ。パソコン勢はもうニコ生の連中ってどういうことかって、2チャンネルから継承してるから、プログラムかけたりコードかけたり、まあ絵をかけたりとか長けてるのよ。だから簡単に言うと、こんな脆弱なシステムなんかいくらでもできるよっていう論理だから、システムに不備があったらつついてもいいでしょっていうのはプログラマーの論理なのよ、あれ。だからああいう発想になるの。要はお前らが悪い、プログラムの書き方が悪いっていう。そう、あれはね、オタク文化。オタクと付き合ったらわかるよ。今楽器見てきたけど毎回同じ見える。あ、そう、伝わんなかったか。俺はね、今回は山崎邦正すごく良かったね。うん、30代で前に座ってブツブツして、ブツブツ喋って終わってる。俺でもそれで飯食ってて終わってるかな。うん、そうかな。これこれの閲覧も水増し。うーん、俺はそうじゃないかと思うけどね。うん、これこれさん、石川紀之さんあたりはまあ水増しだろうね。俺ハゲてるよ。うん、え、クロなのにマンスリー1位が認められる和道さんは運営を責めるんですか。クロなのにっていうのは、ユカチーが悪くてマンスリー1位が認められたら和道さん運営責めるんですか。俺は運営責めはしないけど、運営が嫌いになるね。うん、ってことは不正認めるってことねっていうこと、不正を認めるサイトなんだっていうことだから、うん、俺はちょっと嫌いになるかな。元気になったよ、うん、お前の配信俺の生きがい。ラップみたいだね、かっこいいね俺は水増しなんじゃないかなと思うけどね。今回はネタとは部類が違う。ネタではないよね。配信者が一斉に今日で終わりとか言うと圧力かかったのかと思う。うん、うん、ちょっとごめん、何言ってるか分かんない。あんだけ騒いで残ったのはふわっちのなんか、うん、コメント流れの早いな、うん、大好き、うん、雑談極めてるわけじゃないよ俺は。雑談がただ好きなの、うん、昨日もね、のんちゃんに言われたの。和道さん夢の中で歌ってたよっていうのよ。あの熱でうなされてる時ね、もうずっと寝てたんだけど、和道さん覚えてるって、何がって言って、夢の中で歌ってたよって言われて、はぁって言って、何歌ってたのっつって、わかんないけどずっと歌ってたっつって、で、あとね、雑談してたよっていう。で、ああ、放送やってる夢見てたわ、つって。和道さん、夢の中でも雑談やるんだねって言われた時に、俺、アホだなと思って、病気だなと思って。夢の中でも雑談やって歌歌ってんだと思って。やだよな。閲覧下がるの分かってるのにさ、夢の中でもギターで歌ってるんだよ。いや、昔そうだったよ。だって昔、本当に統合失調症でコメント見えてたからね、現実世界。病気だよね。うん、アザースって言わない？俺アザースってあんま言わないかな、うん、元気が一番よ、うん、運営さんに取られるの嫌だって言われても俺ら食えないぜ、そうしたら、うん、食振りしてくれんの？じゃあステッカー買ってくれんの？俺らはさ、それ言われちゃうとどうしようもないんだよ。半分運営に取られるの嫌だって言われてもさ、俺ら食ってかないといけないんだよ。だって、こじきって言われちゃってもしょうがなくてさ、だって雑談好きでこれを生業にするんだったら、飯は最低食えないとダメだろう。だからさ、やっぱ収入をね、担保してくれる、アイテムくれるリスナーさんを優遇しちゃうよ。うん。まあ、いつダメになるか分かんないし、怖えよ。あ、働きたくねえな。今病気治ったね。ノロウイルスだったから。辛かったよ、本当に。和道さん文才なすぎでしょ。俺ね、文才がね本当にないの。そう、俺コンプレックスなんだよ、本当に異常に文才ないの。うん、これね、昔からコンプレックスなんだよね、文才が本当になくて。いや、ゆかちのツイートいいわ、うん、飽きた。トリックスターでしょ。じゃあ運営は何から儲ける？そうそうそう、別に俺運営さんが半分持ってっても全然構わないと思ってるからね。アイテム投げないで直接振り込めって言った配信者がいますが、どう思いますか？いや、俺が言いたいのは、
運営に半分取られるから嫌だっていうのが本音なのか、俺に金渡したくないっていうのが本音なのか、建前で言う人いるじゃん。じゃあステッカー買ってくれたのかって話よ。ステッカーはほら俺に見入りが入るわけだけど、ステッカー買ってるとかグッズ買ってるとか直振りしてるんだったらそれ整合性があるじゃん。いや和道いい思いしてろ、俺運営半分取られたくないんだよって。だけどさ、それをやってなかったとしたらさ、運営さんに半分取られるのが嫌だっていう隠れ蓑にただで見たいだけだって、俺は金払わねえよってことじゃん。だから本音で言わないと俺伝わんねえから、うん、俺文才全くない。俺数学は得意、いや俺はふわっちっていうサイトが別に半分儲けてもいいと思うけどね、実数上の取り分2割3割だよ。そう正解。あのね、それがね経営したことがないと分かんなくて、半分入ってジャスラックの使用料、サーバー代、人件費、何々って払っていくの。だから運営に本当に残るの俺は2割だと思ってる。2割実数で。なんでウェブの方がアイテム課金率高かったり、サービスで花火つけたりするでしょ。10個買うととか8100円とかでやるでしょ。あれなんでなのかっていうと、 iTunes ストアの取り分とか知らないんだよみんな。iTunes ストアのアプリ課金って、要はスマホで課金すると Apple ってめちゃめちゃ金取るの。だから自社のサイトで買ってくれるとその分リスナーにサービスしてんの。だからウェブサイトで、要はふわっちのパソコン画面とかふわっちのサイト自体で購入すると割安になってるでしょ。8900円で10個とかになってるでしょ。だから6割俺らに入るんだよ。だからね、そういう大人の事情も考えないとダメだよ。大人の事情も。ステッカーも買ってるし、花火も投げてるけど、和道さんの配信が好き。ああ、いい人。ありがとう。ツイッターに直接画面載せとけばいいじゃん。いや、俺、やったら絶対直振り増えるよ。俺がふわっち嫌いになったらそれやるよ。あの、ふわっちを嫌いになったらやる。要はね、ふわっちまだ守りたいのね、俺は。だけど、ぶっちゃけた話、まあ、俺がふわっち辞めたら、50万とか100万とかの売り上げ、年間数百万の売り上げがなくなるわけですよ。まあだから、ちょっと一矢報いることができるから、まあみんな一斉に辞めると思うよ。ふわっちの運営の今後の対応が悪くなった。でも俺今のところふわっち守りたいのね。あの、金は天下の回りもんだから、世話になってるサイトに半分取られて何が悪いんだって思うよ。だし、ふわっちっていう母体があるからこうやってチャンスをもらって、ふわっちに大手が集まってるからリスナーさんがいろんな人見るから回ってきてくれるわけよ。それで和道さん気に入ったわーっつってフォローするわーとか、こういう出会いが始まってるから、プラットフォームにお金払うのはいいことだと思うよ。今のところね。直接だと鬱陶しいっていうか、まあまあ鬱陶しいっていうのはあれだけど、まあ配信者5割だけど実質6割だよ。実質6割。ニコマのままの時振り込みちょいちょいあったかな。1000円とか。まあトータルだから2万とか、1万5000円とか行くぐらいはあったよ。ニコ生の時。まあそんなもんだよ。そんなもん。それも後半だけだよ。後半の半年間とか。信念があるっつうか、なんだろう。プライドがあるからこんな生き方になっちゃったんだろ。長くねえよっつって、俺もう5年目だよ。返金なんてリスナーさんから求められたこと一回もないよ。あのね、みんな意外かもしれないけど、花火投げる人でそんなみみっちい花火の投げ方してる人なんかいないよ。そんなリスナーいたことがない。花火返せなんて言われたことがない。言ってるのは投げたことない人。投げた、俺に花火投げた人が、ことない人が、俺に花火返せっていうの。お前投げてねえだろっていう。俺プライドあるよ。ニコ生番なんか1回2回じゃねえよ。もう十何回されてるよ俺。知らない、投げ銭始まるんじゃないの。ニコ生の時何人ぐらいから、あ、バラッバラだったな。何人だろう、20人ぐらい、トータル25人30人ぐらいかな。バラバラだよみんな。しかもあの楽天銀行匿名で振り込めるから誰だか分かんないんだよね。アイテムだと金を払ってる感覚が薄い。まあまあそれはあるだろうね。配信者にプライド、あ、違う、要は変なプライドがあるから配信者みたいな生き方選ばざるを得なかったってことだよ俺が言ってんのは。
いや、小さいプライド持ってるから社会人としてやっていけなかったんでしょって。正社員2回チャンスがあったのに棒に投げたわけでしょって。中卒で正社員になるチャンスなんかなかなかないよ。俺プレミアムもうやめた。そういう意味ね。そういうかっこいいプライド持ってるとかそういう話じゃないよ。ちっぽけなプライド持って、実力もねえのにちっぽけなプライド持ってっから社会で生き残れなかったって。だからこういうところに行き着いたって。ここ動物園だよ、動物園。まずランキング順に見てみなよ。今頭がおかしい順番に並んでるから、おかしいね、奇想天外な頭のおかしい動物の順番におすすめランキング並んでるでしょ。上から順番に見てごらんよ。ゴリラでしょ、キチガイでしょ、FX バカでしょ、パチンカスでしょ、寄り目でしょ、ハゲでしょ。どうしようもねえじゃん。あとハエとかね。一番人気のコンテンツが金色のハエだから、動物ですらない。もはや。まあ正社員が良いとは限らないけど、まあ世間一般ではいいわけですよ。どう考えても世間一般では。俺プライド捨てるって言ってないよ。プライドがあるから邪魔してるっつったの。人の話聞いて。ツイキャスは、配信支援クランドファンディング手数料0円、本格的に始まったらすごい。あ、まあまあ儲かるだろうね。みんなツイキャスに戻るんじゃないの？かなり儲かるだろうね。まあでもね、手数料0円絶対やらないと思う。なんでかわかる？これ YouTube がこれやるっつったんだけど、税法の関係で、これね、確かね、俺らの場合仕事として認められんの。要は間にその50%かませると。だけど、これ YouTube がこれやるっつったんだけど、結局30%取ったのね。YouTube は70%入ってくるの。これ、税金でとんでもない額持ってかれるのよ。このクラウドファンディングやっちゃうと。要はね、配信者潰しになっちゃうからっつって、YouTube はほら、法律詳しいでしょ。だから結局配信者潰しちゃうからっつって、パーセンテージ取るようにしたの。俺ツイキャスこれ0円でやばいと思うよ。クラウドファンディング確定申告とんでもないことになるから。これ確かね、贈与になるんじゃなかったかな。いや、税金対策めちゃめちゃ難しいんだよ確か。あ、まあまあ最初は審査なんじゃないの。 YouTube、 ニコ生のチャンネルみたいな扱いじゃない。キャスはね、ステッカーでだいぶ儲けてるからね。なんかね、なんか法的な根拠があったはず。なんかそれブログで読んだ YouTube の公式のやつで。最初0円って言ってたのに、なんでだよって文句あって、その公式のブログ読んだんだよ、YouTube の。クリエイターブログみたいなやつ。あれだよ、一般が書いてる人じゃなくて、YouTube の公式のブログ、YouTuber 向けのブログがあるんだけど、そこでちゃんと説明してた。ご飯を食べたよ。スーパーでね、なんか、魚のさ、刺身作る時の端っ切れをまとめたようなやつが売ってんの、たまに。で、マグロの中落ちと、ブリと寒ブリと、あとなんか、3個、もうバラバラの刻んだちっこいやつが売ってて、もうブロックみたいな。それを、醤油のマグロをつけて、醤油と、なんだ、わさびであえて、ご飯に海苔かけて、ボーンって乗っけて食った。切り落としたね。海鮮丼だね。うまかったね。500円だよ。500円、500円。まあ贅沢だけどね。まあ別に500円で刺身の漬け丼食っちゃ悪いのかよ。スーパーで買ってきて。海鮮丼食うっつったってさ、築地に行ったら2800円とかかかるぜ。200円以内は無理よ。その稼いでる時ぐらいうまいもんぐらい食わせてよ。リスナーの金だっつって俺が稼いだら俺の金だろうがよ。アイテム投げてないお前が言うなよ。アイテム投げてる人が言うんだったらまだね、俺らの金でって言うかもしんないけど。ユカチー事件でカズ軍曹をビビって水増し控えめになった。どうしてくれんだ。 知らねえよ。
闇上がりで12時間ぶっ通し配信して、最後はゆかち囲いのカス参加して、疲れた、お疲れ、あ疲れたけどね、配信能だから。あ、料理配信はずっと永遠的に需要があるだろうね。YouTuber ですっごいかっこいい YouTuber がいるの。料理をすごいスタリッシュ、トークとかしないの一切、トン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 と、もうかっこいいテレビみたいなセットで照明とかバチバチあって、超かっこいい部屋で料理作って、最後イケメンが出て、この料理は、ってすごい低い声で、パスタを和えるときにとか言って、すげえかっこいいの。もうイタリアンななんか筆記体とかでファーってパセリとか、この辺にだけ出んの。ボンとか出ないの。 YouTuber ってボンボンとかやるじゃん、違うの、サラサラサラって塩コショウとか、音楽とかもないの。トン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 とかだけなの。クツ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 クとか、もう鍋だけとか、もう全部かっこいいの。知ってる？その YouTuber いんの、めちゃめちゃ流行ってんの。なんていう人だったっけな、あれはめちゃめちゃいいのよ。もう5分見たら料理作れるっていう、あの YouTuber めちゃめちゃ頭いいと思ったよ。もう自分を全然前に出さない、全然前に出さない。エモジョアさんかな、ラファエルっていう人じゃないと思う。なんていう YouTuber だっけ、平均月収、今月は高いんだけど、まあ普段は20万いかないか行くか、それくらい。あ、そうそう、アメスピがね、新しいタバコ出したよ。知ってる？俺普段これ吸ってるんだけど、これが出たから買ってみた。ちょっと重たいやつが出たんだよね。多分なんだけど、タールとかがすげえヘビーになってるんだよね。タール12、ニコチン 1.5 だから、普段吸ってるやつが、タールが9、ニコチン1だから、とんでもなく重たい。ニコチン 1.5 倍バージョンが出たの。これ、人殺すだろ。ちょっと吸ってみようと思って。この濃い緑が出ました。濃い緑が。パチンコ行ってないよ、俺。試しに吸ってみようと思って。今月もいくらかっていうのは、花火で、まあ今日126発花火が上がったら最高月収になるから、そしたら公表するよ。そしたら公表する。まあそれだったらダメだったっていうことで、ご想像にお任せします。アメスピはね、添加剤が入ってないから、あのね、 JT のタバコってね、だいたい3分の1ぐらい増粘剤って言って、燃えやすくする、口当たりがいいようにバーって燃えるのよ。タバコの葉っぱだけだから燃えないの。だから普通より詰まってるの、葉が。まあ一発ずつ投げて減らしていけばいいじゃん。今日一日やるんだから。今日一日やって126発クリアしたら、まあ公表しますよ。ちゃんとあの招き猫とかも花火分で換算するから。花火師もう終わったんじゃないの？バブル弾けたんでしょ？俺に花火投げるのな、あんなに花火投げてもらったの今月だけだろ。いや、掃除しようね。まああと12時間ない。まあまあまあ。1時間に10発。ああ、まあ厳しいか。いや、投げないって、別に投げたくない人に投げてなんか言ってないよ。熟女が好きっていうかね、好きな人が年上なだけ。花火師は出張に出たんだ。ノンラブちゃんはフォロー外したね、俺。ノンラブちゃんからフォロー外されたから見切られたんじゃないの。ノンラブちゃんはもう多分俺のところ来ないと思うよ。まあまあまあ、しょうがないでしょ。配信勝つとか負けるとかがよくわかんねえな。いや、わかんない。何があったかは。まあ、フォロー外されたってことはもう見ないってことでしょ。花火師勤務中か。夜中も頑張ろう。いや、扱いとかないよ。俺は普通にみんなと同様に接するだけだよ。で、その上で嫌いか好きかを選ぶのはリスナーさんだもん。俺じゃないでしょ。嫌われてもしょうがない職業だよ。そこは割り切ってるよ。考えたこともあるけど、なんでこの人いなくなっちゃったんだろう。しょうがないじゃん。見てくれる人大事にしようよ。リナ猫仲悪いっつうかさ、俺の足の裏にそっくりなんだよ、ほら。リナ猫そっくりだろ。だから親近感は湧くよ。こうやってやるとリナ猫、ほら、リナ猫な感じするだろう。そっくりなんだよ。なんかね、なんか親近感あるよ。仲悪いとかじゃなくて。
水虫じゃないよ、今そのデンプシーロールやってるからさ、親指がその付け根がグッて踏み込むから豆が潰れてもひどいのよ。水虫はないよ、水虫はない。割り切らねえとやってらんないよ。アイテム投げたらメガホンでもわかるよ、誰だかわかる。あ、ごめんごめん、足の裏に失礼だったね、うん、ごめん、謝るわ、ごめんな、リナ猫に似てるっつってごめんな、ごめん、謝っといたわ。この閲覧水増しじゃないよ。あい、9号さんいらっしゃい、メガホンありがとう。44号さん誰だろうね。ああ、どうもどうも、いつもありがとう、嬉しいよ。あ、ハートプレゼントありがとう。ハートは誰だ。ああ、お前かよ、お前かい、お前アイテムくれんのか。匿名枠じゃなかったらみんなびっくりするぞ、やめとけ。お前アンチだろ俺の。ハート投げんなよ、しっかりしろよ。ポジションがブレてんだよ111号、そういうとこだよ。119号さんありがとう、バカありがとな。ハートポンポンありがとう。ただファンチじゃねえかよこいつ。ノンラブアイラに投げて花火師引退した人知らない、わかんない、うん、俺リスナーさんの詮索とかしないから。フォロバー、フォロバーはごめん、俺あの見てくれたらわかるけどフォローバックはするつもりないよ。俺フォローバックっていうの一番嫌いな考え方なの。なんでかっていうと、数字がなんつうんだろう、数字が大きければいい、誰々さんにフォローされてるから俺すごいっていう風に考えないんだ。自分の力でフォロワーは作るべきだと思ってるので、俺からのフォローバック、フォローバックって何、俺は自分の力で無名の頃から一人一人信頼を勝ち取っていったの。面白かったらフォローするよ。ありがとうございます。121号ありがとう。アイテム投げたらその枠ブル、あの出たり入ったりしなければ分かるんじゃないかな、多分多分ね。だけど俺がずっと覚えてないよ、121号さんが、この人だっていうのを記憶はしてないから。だから俺だって分かってほしい、このコメントは俺だよっていうタイミングってあるじゃん。要はワド応援してるよとか、ワドあの時お疲れなとか、俺だよっていう時あるじゃん。そういう時にアイテム投げると効果的。さすがにさ、アイテムね、何十個もバーガーとかメガホンとかもらうから、一人一人に何番何番ってこのアイテムに紐付けて覚えらんないからさ、要はアイテムの名前の横に何番ですよって書いてないの。名前投げた時だけ名前がわかるから。昨日多分ノロウイルスで倒、一昨日ノロウイルスで倒れてたからだと思うよ。気が向いたら来る方がいいけど、フォローはしてもらえると俺はすげえありがたい。大手だから上の方にいるからフォローしないっていう人はファンじゃないと思ってるかな、フォローの数っていうのはさ、やっぱり力になるわけよ、配信者の。だからやっぱり応援してくれるんだったらフォローはしてほしい。ただ俺が言ってるのは通知は入れなくていいよって。なんで通知入れなくていいかっていうと、俺毎日配信するし、枠取り直しとか激しい時があるから、あのピコンピコンうるさいのは嫌じゃん。俺通知はいらないっつってんの。通知なんかいらないんだよ。だから単純にフォローしてほしいかな、単純に。クレジット、まあ俺は無理だね、俺は無理。丸メガネの方がいい。家賃振り込み行ってらっしゃい、初めて見た時からフォローしてくれてんだ。そうそう、なんかね、慣れ合いっていうわけじゃないけど、俺はその自分の力で勝ち取るやつが好きなのね。で、俺が付き合いでフォローしてもさ、何の意味もなくて、はっきり言って見ないっすよ。
はっきり言って配信も見ないし、慣れ合いはしないよ。面白かったって勝手にやるから俺が。で、そのなんで私のことあの人はしてるのにフォローしないのって言われたら俺言い訳できないからさ、誰もフォローしない、PC のスペック、PC のスペックわかんねえな、わかんねえ。なんで灯油代高いね、個人事業主でもあれじゃん、売り上げとかによるんじゃないの、わかんないけど。サミュエル・モーランドえ、マンスリーランキング1位の人誰誰、サミュエル・モーランドさん、え、こんな人いたっけこいつおちょくってんだろ、こいつこいつおちょくってんだろ、マジで。こういうところがさ、あのずるいよな、おちょくってんだろこいつ、マジで喧嘩売ってるとしか思えねえよ、誰だよ何偉人感出してんだよな、かこいつ腹立つわ、こいつ誰だよ、サミュエル・モーランドって誰だよ、このニコ生感で。こういうとこずるいよね、遊んでやがる。いや、ごまかしっていうか、でもこれ高等なギャグだよ、もうニコ生勢の高等技術だよ。誰だよほんと、もうユカチな、前からやってんだ、でもこの1位の時にこんだけ炎上してても、このふてぶてしさっていうかさ、いやこれは1本でしょ、いや名前変えただけなの分かるけど、ユカチーが名前変えただけなの分かるけど、まあこれは1本取られてるよ。アイラは、なんだろう、こういう逆線はないのよ、逆センスは低いの、そうそう、ふてぶてしいよね、さすが38歳だよ、知らない、いやあんま気にしてないでしょ、別にニコ生でも公式出るぐらいの大手なんだから、サミュエル・モーランドは、メガホンの原型である、喋るトランペットを発明したと主張している。はい、もうこれは拍手だね、これは。 ありがとう、教えてくれた人、メガホンの原型であるっつってね。ああもう一本だよ一本、ああもうこれは勝てねえわ、これは勝てねえわ、勝てない勝てない、今度の、いやこれは勝てないでしょ、いや荒野はまあしょうがないでしょ、いやーすごいね、マンスリー1位ね、なったら本当の奇跡だよ多分ね、俺がマンスリー1位になる、1ヶ月で振り切って1位になることがもし仮に今後あるんだったら、多分ね日本終わるよ、本当に。まあね、日本が滅びるぐらいの確率だよ、俺がふわっちマンスリー取るのは。やるな、いやここはどうなんだろう、入れ知恵なのかどうなのか分かんないけど、まあでもいい構成作家が後ろにいるってことでしょ。アイラはね逆線ちょっと低いんだよね、逆線高いね、会ったことないよ俺、いや俺ね昨日プライベートの方が面白くて、あのよっさんの放送見てたの、ちょっとあの作業しながらよっさんの放送見てたら、のんちゃんが後ろでそっから見てるの、こうやってこうやって10分ぐらい見てんの、こうやって。でそしたら生まれて初めて、よ男じゃん、よっさん男じゃん、和道さん配信止めてっていうの。いや、配信やってないよっつったら。そいつ汚い、そいつ汚いっていうの。えって言って。もしかして、のんちゃんってよっさんのアンチなのっつったら。大っ嫌いだ。あのね、俺、異性の放送で、こんなの見るなってのんちゃんに言われたこと何回もあるんだけど、生まれて初めて男の配信者見てて、止められたの初めてだったの。のんちゃん、よっさんが大嫌いなんだって。汚い、臭いとか言って。初めてだった。それはびっくりした。珍しいじゃん。聞いたことないでしょ。こんな汚いの見たらダメだとか言って。
怒ってんの。なんかあったのかな。なんかあったのかな。うん、お前も風呂入らねえだろって。お前も3日ぐらい風呂入らなくて粘土くせえだろって思ったけど、いやなんかすごかったよ。普通に生理的に嫌いなんだって、いやそんな初めて聞いたからびっくりしたよ。誰見てても言わないのに生理的に無理なんだって。この人の放送見ないでつって。そういうのあるの。うん、いや初めてだね。よさ後でかかってきたけど俺が要件忘れちゃったんだよね。あとかかってきたよ。まあね、ペットボトルにおしっこする人だからな。安定期には入ってねえぞ。結局スタートダッシュだけだったからな。収入のことは安定期っていうのは何のこと。黒雪かわいいよな。てか俺はドレさんがちょっと心配だな。あ、ドレさんから昨日 LINE 来たよ。1週間休むって。1週間休むってドレさん。俺はそれがいいっつったの。もうぐったぐただから、もう喉直しなっつって。もうこんなんで花火も上がんないし、1週間休むってドレさん。うん、あ本当にケンさんが、へえ、それがいいよ。ちょっと今の状態で面白いことできないもん。ちょっと休、本人が言ったから1週間休むわっつって。もうさすがに無理だよっつって。今の状態はこれ、生活苦しいのわかるけど一回挽回して顔出ししないとドレさんは無理っつって。生活費苦しいと思うよ。だから向こうのリスナーさんが支えるしかないよな。食振りするのか何なのか分かんないけど。でも今の放送でアイテム上がるわけねえじゃん。今日のリスナー随分ケチだな。ちょっとお恵みくださいよ138号さん。そう思ったなら風船1個でも構いませんよ。でバーガーでもハートでも構わないっすよ。まあ今日ちょっとね財布に余裕があるんなら、まあパフェとか花火とかね。ケチだって思うんならちょっと恵んでくださいよ。バチガーだったっていう言い方はまああれかもしんないけど、へこんでるんだろうけど、まあ配信になってない、正直言うと。あ、俺よ、俺喉痛くて今日最近トレーニング。ラジオ配信だよ。画面がこんなんで。俺最近これ喉が調子悪いから、ごめんね。リスナーこんな放送誰にがアイテム投げんだよ。こんな放送に誰がアイテム投げんだよ。意味がわかんねえよ。意味がわかんないでしょ。聞き取れないんだもん。放送として成立してないよ。請求しない、請求しないって何。俺がしてんのは要求だよ、要求。ドレさん急に老けたよね。やっぱね、体調悪くなると、まあね、ババアババアって、俺はババアって言うけど愛情を持って言ってんだよ。なぜなら俺はババアを愛してるから、全てのババアを本当に愛してるのが伝わるでしょ。だからね、俺はババアって言ってもなぜかババアたちは許してくれんの。ババアはね、俺のこと可愛がってくれんの。ワドちゃんババアなんて言ったらダメよって、お姉さんって言いなさいって怒ってくれるんだけど、さすがに54歳のあんなさやつにさ、てめえクソジジイだろってやつにさ、ババアババアつって若い女のケツ追っかけてたら嫌じゃん。俺が言ったら、だってババア愛してるののんちゃんがいるんだから分かるに決まってるじゃん。俺はババアっていう権利あるのよ。そう、愛すべきババアたちだからさ。そう、俺はババア好きだぜって言ってるし、愛情が伝わるでしょババアに。だから俺がババアって言っても怒られない。ワドちゃんダメだよって、お姉さんって言いなさいってなるんだけど、そう、いくら言っても怒られない。キャラクターが許されないのよ。ドレさんは本気で言ってるから、いじりになってないのよ。ドレさんはババアを愛してないからババアって言っちゃダメなのよ。あの人はキャラに合ってない。そう、
それはダメよ、うん、いつからそんなに面白くなったって、俺別にトークスタイル変わってないよ、あのはっきり言うけど。だからね、なんかね、よくね、面白くなったつまんなくなったってね、マンスリーランキングと連動してんのよ。人の評判なんか当てにならないよ。稼いだら面白いっつって稼がなくなったら面白くないって、そんなもんだよ。今月よく分かったでしょ、今月いろんなもんが分かったでしょ。俺が普段から言ってるさ、その囲いはアンチだっていうのを体現したしさ、結果が出てるやつを神格化するとか、もうよく分かったでしょ。こんなもんなんだよ、同じトークしてのも。だから俺に人気がない頃に俺に花火投げてた人は見る目がある人だよ、うん、評判なんか当てにならないよ。だから自分の感覚で面白い人を応援するのが一番いいんだよ。そう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 、日本人は売れてる商品欲しくなるのよ。だから俺は面白くなったねとかも信用しないの。俺の価値に気づいてよって、俺は普段一生懸命やってっからさって。今月だから爆投げよ、爆投げよ。もう花火師さんね、1人か2人だったのがもう5人ぐらいに増えてバンバン投げるのよ。びっくりしたよ。月頭なんか俺騙されてんじゃねえかと思って。だってのんちゃんが今月和道さん死ぬかもって言ってくらいだよ。本当に死ぬかもって心配したんだよ。なんかなんつうの、花火が上がりすぎて。まあでもまあ上がらなくなったよ。1時間喋って花火ゼロだよ、うん、もう終わったんでしょ。しょうがないよ、飽きられんのも早いからさ。落ち着いてるっつうか、まあ普通だよ。通常配信の時はこんな感じだよ。だから炎上してる時にみんなが見るからでしょ。爆投げ一人じゃない、人数だから、それが分かんないのよ。爆投げも何も何が怖いってさ、捨て垢で投げてくんのよ。フォローしてないんだよ。だからみんなが誰だ誰だっつってるでしょ。フォローされてない人から投げられてんのよ。意味が分からないでしょ。何だったんだろう。でもフォローされてないから誰だか分かんないし、小手半も捨て垢っぽいし、意味が分かんないよ。いや分かんない、なんで投げてるのかも分かんないし、あフォローしてないけど投げてくれた、あじゃあこの人だよ、109号さんだよ。だからもういつのリスナーかも分かんないし、やり取りもないし、うん、いや分かんない、愛だね、うん、いやもう感謝しかないよ俺は。ねえ、金、お金に余裕のある方なんだろうね。いや見返り求めてないのよ、全く。なんだか分かんないよ、うん、いやアイテム不正とかじゃないとは思うけどね。それだったらすぐ運営から連絡来るでしょ。愛されてるよ、うん、愛はないけど面白かったから。愛はないのかよ、ないの愛はなかったの、ないの何それ、なんど、どう受け取ればいいんだよその金、何それ、うん、6万3000円で最高月収いくね。要はあと126発上がったら、まあ、最高月収だよ、うん、どれはお前じゃ救えねえ。俺は人のこと救うなんておこがましいこと、俺はイエスキリストじゃないんだよ、うん、デレツンだよデレツン。そうそう、本当にそう、いいこと言うね。どれを救えるのは自分自身、本当にそう、人間誰しもがそうなんだよ。寄り添うことはできるけれど、救えることができるのは自分なんだよ。だから自分の中の神に気づくんだよ。6万3000円最高月収って喜んでるの可愛すぎかよ。違うよ、あと6万5000円が追加したら最高月収になるよっつってんの。お前さ、さすがに6万5000円以上稼いどるわ。あと今月最高月収が6万5000円になったら最高記録になるよっていう。いやそれはだから花火、今月目標これが達成したら今月いくら稼いだよっていうよ、うん、それは言うよ。でもいいじゃん、うん、和道が呆れるの最高に楽しい、ありがとうございます。お前嫌いだけどどれみたいにヘタレじゃねえもんな。ヘタレっつうかね、俺はね、あのね、昔から言われてたのが、友達にね、あのね、ぶっちゃけ言うとね、喧嘩したことないっていうのは本当のこと言うね、嘘なの。
あのね、俺ね、実を言うと隠してたことがあるんだけど、ああありがとう、ハート5個ありがとう。あのね、俺実は隠してたことがあるんだけど、学生時代めっちゃめちゃ喧嘩っ早かったの。まあ性格でわかるでしょ。すっげえ喧嘩っ早かったけど、まあ弱かったの。だから本当のこと言うと、喧嘩はめちゃめちゃやってたんだけど、全部負けなんだよ。で、俺がついたあだ名が、俺それ元ネタがわかんないんだけど、湘南純愛組のサメ島って呼ばれてたのかな。サメ島ってキャラクターいる？あのね、火種になるやつっているじゃん。要は喧嘩突っかかって抗争になる前に、あの突っかかって負けるキャラクターいたでしょ。そうそう、いや喧嘩っ早いな、喧嘩っ早かったので、毎回ボコられてたので、仲間が助けてくれて大喧嘩になるみたいなのが多かったの、本当に。だからいつもボコられてたの。成田のカブトムシとかかっこよすぎるだろ。そうだから、お前なんか湘南純愛組のサメ島って言われたけど、俺湘南純愛組読んだことないから分かんなかったんだよね。先手取って負けるって違うよ、言ってる意味。要はなんつうの、口喧嘩から殴り合いに発展してボコられてで仲間が助けてくれるっていうのがあったの。そうだからね、喧嘩早いは喧嘩早いの。でもその自分変えたくて喧嘩も嫌いだったし、じゃあ湘南純愛組のサメ島、サメ島さんの元になってる語源知らないでしょ、みんな。2チャンネルで有名なサメ島事件が元。サメ島さんの元ネタは、名前の元ネタは、2チャンネルでサメ島事件っていうスレッドがあるのね。そう、サメ島事件が元。まあ、サメ島さんはね、サメ島さんの喧嘩のスタイルは違うからな。根性だけでやるタイプだからな。サメ島さんそれじゃない。サメ島さんはサメ島事件から撮ってる。そう、言及してはいけない事件ね。そう、日本の暗部。そう、日本がもうあの闇に消した最高最悪の事件。最高じゃない、最低最悪の事件、サメ島事件ね。もうメディアに乗らない。そう、誰も真実を知らない。うん、やめて、43号ダメ。サメ島事件だけは調べたらダメ。サメ島事件だから、これ本当だよね、分かってる人いるだよ。サメ島止めて、この人止めて、43号止めて。サメ島事件調べようとしてる、ダメ。知ってる？みんな、サメ島事件は絶対調べたらダメ。消されるよ、本当にやめとけ、本当にやめとけ。知ってるよな。いやダメだよ、ほら109号知ってるじゃん。そう、そうそう、謎の事件69号止めろ、止めろ、死ぬよこいつ、消されるって。あー、もう手遅れか。もうやめよう、もうやめよう、もうやめよう、もう無理だわ。43号もう手遅れだわ。うん、調べちゃダメだよね、絶対ダメだよね。9号さん、日本が本当に日本史上最悪の事件。あー、もうダメだな、もうやめよう、この話。いや、この話ダメだよ、公安がマークするから。いや、知ってる人、ダメ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 、この事件は本当にダメ。うん、いや本当にダメだから、これ。いやいや、知ってる人は知ってるから、調べても何も出てこないに決まってるじゃん。あ、まあまあ、俺も解説するつもりないよ。いや、鮫島事件だけは本当にダメなんだよ。いや、分かった、ごめん、俺もこれ以上やめとく、ありがとう。っていうのが鮫島事件。これを懐かしんだ人は2チャンネルだよ。これ、このノリ大好きな人は2チャンネルだよ。9号さんは2チャンネルだよ。いや、だから、これを何年間もずっとみんなでやってんの。このノリをずーっと 何年間もやってんのが鮫島事件なの。そう。スレッドでみんなずーっとこれをやってんの。いや、だから最初、もうそれっぽく書かれるんだけど、みんなが脚色していくのよ。で、みんながやめとけとか、もう無理だとか、バカ殺されるぞとかひたすら書いていくだけのスレッドなの。いや、怖い話でも何でもないの。みんながひたすら悪乗りしてて中身が何一つないのが鮫島事件なの。っていうのが元ネタね。すげえ面白いんだよ、鮫島事件のスレッドは。だから内容がコロコロ変わるの、時代によって。あれは、殺されすぎたとか語り出すやつとかもいるし、ああそうだなって思い出したくもないとか言って乗っかってくるの、みんなが。やめとけ、それ以上は言うなとか、ひたすらみんなでやってるだけの。そう、
この話知らない人はネットの文化知らない人だよ。うん、だから今、そのやめとけとか、おい死ぬぞとか止めてくれた人はこのノリを知ってる人なの。昔のニコ、ニちゃんのスレッドを知ってんの。うん、いやだからこれを知らないのはだから逆にネット文化知らない人よ。うん、これを知ってるのはちゃんとネット文化で生きてきた人。うんうん、そう、誰にも話せない話っていう、なぜなら何にもないから。でも結構読み応えあるんだよな。初めて見た時のあのワクワク感がすごいんだよ、鮫島事件って。でもね、読めば読むほど何でもないことに気づいていくっていう不思議なスレッドなんだよね。そう、引き込まれ方は半端じゃないんだけど、読めば読むほど整合性が合わなくなっていくっていう。あのウミガメのスープとかに近いんだ。なんか昔流行った話です。ネットがなかった頃にウミガメのスープって流行ったんだけど、それウミガメのスープなんて言ったらね、ネット前の親父たちよ、ババアと親父ね、ワードをよく知ってんなって言うと思うよ。流行ったでしょ、大学生の頃とか。多分俺の上の世代だよ、これ。だいぶ上の世代。ウミガメのスープってね、そうそう、思い出すと切なくなるんだよとか。本当はあれらしいよつって、うるせえよ、もうやめよこのノリ。ウミガメのスープは知ってるでしょ、みんな。え、知らないの、ウミガメのスープ。うん、ウミガメのスープ知ってる？そうそう、昔食べた味と違うってやつ。うん、鮫島系じゃないんだよそれは。え、ウミガメのスープ、いやあのね、変な話だよ、大したオチはないけど、やってみる？ウミガメのスープ聞く？ウミガメのスープ聞く？あのネタバラシするからネット向きじゃないんだけど、ネタバラしないっていうか、途中で言わないんだったら、最後までネタバラしないんだったらやってるよ。いや、ネットってね、最後にオチを先に言うバカがいるから。聞く？聞く？聞きたい人いる？聞きたい人いる？ネタバラしないって約束してくれる？これネタバラしたら意味ないから。行く？有名な話だよ。聞く？じゃあウミガメのスープ話しますか。うん、まあ一人の若い男の子が、あのアルバイトで、豪華客船の炊事係、要はコックさんとして見習いでこう船に乗るんですよ。で、その男の子はその初めての仕事で17歳ぐらいだったのかな。で、そのあ、もうもういいもういいもういいもう嫌だ、もうダメだ、向いてない、うん、ダメだ、ネットに向いてないんだ、もうね、バカがネタバラシするからもうダメなの、これ、もうダメだ、うん、もうダメ、はい終わり。要はね、ネットはこういうところがね、バカが話を楽しめなくなっちゃったんだよ。もうダメだよ、もうダメ。だからね、俺はね、こういうネットの文化は嫌いなの。うん、もうダメ、うん。バカがね、終わらせちゃう。うん、もう要はね、ディティールを楽しめなくなって、答えを言うバカが出てきちゃった時点で、もう会話にならなくなっちゃった。いや、一人答え書いちゃったからもうダメなの。なんかコメント向きじゃないんだよ。俺はね、昔のトークが好きだったの、こういう。うん、もうやめよ。別の機会にしよう。要はね、ネタバラシしたら面白くなくなるっていうのをね、俺は知ってるっていう正義感でね、バカな正義感で人の話をクラッシュするやつっていたでしょ。空気読めないやつ。まあもうしょうがないよ、ネット向きの話じゃないから。うん、うん、ダメダメダメ、もうね、情報が1個でも介入したらもう終わりなの。うん、ネタ壊しクラッシャーなんだ、ネタクラッシャーがいるから、ごめんね。うん、まあネットで調べたら出てくるよ、ウミガメのスープって。でもね、ウミガメのスープはね、そのトークを楽しむ話術の一つだから、文章で読んでも面白くないよ。うん、うん、ググって分かった、分かったっていうよりもね、これは会話を楽しむゲームだから、そう、その後のやり取りが面白かったんだけどね。いいよいいよいいよ、うん、ヒントがあったら面白くならないトーク話術を楽しむやつだから。ツイキャスの配信者ワッタンの
生活保護不正受給についてどう思われますか。配信者で生活保護不正受給してるやつなんかいっぱいいるよ。だから俺が風穴開けてやろうと思ったんだもん。不正受給やってるやついっぱいいたよ。うん、生活保護受けてるのカミングアウトしたらみんな言ってたから、俺に仲間だと思って、俺も生活保護だ、俺も生活保護だって内緒にしてねって、みんながびっくりするような中堅どころにいっぱいいたよ。で俺は頭きて暴露したんだ、俺は正々堂々やってやるっつって、そしたらなぜか俺だけ叩かれたんだ、うん、そしたらなぜか俺だけ叩かれた、うん、一番の巨悪にされたんだよ、真っ当にやったのに、うん、いじめ作るの本当にうまいって何。俺誰もいじめてないよ、俺は誰もいじめてないじゃん、うん、いじめなんか好きじゃないよ。いいんじゃないの、噂は噂だから、真実を知ってる人は騙されないもんでしょ、噂は噂でしょ、誰々が何々言ってたっていう話を信じるのか俺の話を信じるのかって話でしょ、うん、まあまあいいんじゃないの、うん、法をかいくぐり堂々としてる犯罪者、生活保護って法をかいくぐったじゃなくて国がオフィシャルにやってる普通の法制度だと思うんだけど、生活保護を受けることがどうして法をかいくぐることになるの。文章で買えば、YouTube チップスに窓のカードがあるって本当ですか、ハズレだろうね。ひろゆきに似てる？あ、たまに髪の毛長かった頃とか表情ね、ひろゆきのものまですげえ似てるって言われてたよ。髪がね、この辺まであるとこうやって目パチパチさせてこうやって言ってすいませんってやると、こうやってやるとね、横顔すごい似てるみたいな。これ、ひろゆきがあの相手を煽ってる時の顔、主観ですよねってそれあなたの主観ですよねあの顔腹立つよね、こんな顔で、うん、それあなたの主観ですよねって言われたらさ、殺意湧くよね、煽りうますぎるんだよ、あのうっぜーよね、あの顔、あれほんと面白い、それ感想ですよねってやるよね、うん、あれもう必殺技だよね、なんであんな人のことおちょくるのうまいんだろう。で大体あ鏡ながらすいませんすいませんって言って入ってくるんだ、すいませんっつってで遅刻の言い訳から始まるっていうね、データあるんですかって腹立つよ、うん、あれは面白い、そうそうそう僕の方がそれ詳しいと思う、僕あのずっと僕と堀江さんはずっと IT やってたんですよってやってないですよねって主観ですよねっつって腹の底ではっていうか、なんかあのなんだろう、相手の土壌に立って相手の論理打ち崩していくタイプだから嫌なタイプだよね俺絶対あの人と喧嘩したくないわ、めんどくさそう。ひろゆきはいきなり唾をかけたら人はどう対応するか、なんか小学生の頃の話が面白かったな。昆虫採集がすごい好きだったのかな、あ、じゃあイモリかヤモリだかトカゲだかを集めるのがめちゃくちゃ好きで、トカゲを友達、トカゲの死体を友達にあげたら、なんかビンタされたかなんかで
俺がせっかくトカゲあげたのに大好きなトカゲをプレゼントしたのに大人に投げられたから大人は理不尽だっていうのが彼のロジックで、そこから俺は人を信用しなくなったっていう話がめちゃくちゃ面白くて、病気だなとか思って、そう、僕がせっかく大好きなトカゲをあげたのに僕にビンタをするような大人は、要は僕が好意でやったことを、僕が好意でやったことって他人の人って好意で返してくれないんですよって。だから僕は世の中っていうのは好意で帰ってくる、来ないっていうのを子供の頃から分かってたんですよ、とか言って分かりますって、分からないかとか言ってね、まあいいやとか言ってあの人はサイコパスだね、アスペじゃない、うん、あの人は典型的なサイコパス。サイコパスって猟奇殺人鬼がなるんじゃないんだよ。サイコパスの研究とか進んでて、そう、サイコパスって経営者とかに向いてるんだよ。ひろゆきさん友達めちゃめちゃいるよ、うん、っていうかひろゆきさんが面白かったのそれもあるんだけど、僕津田さんと僕は友達だと思ってるんですけど、え、津田さんが思ってなくても関係なくないですか、とか言って友人、友人関係で別に僕が好きだから津田さんもでも好きですよね、とか言ってそんな感じで、うん、あの人面白いよね、一回お会いしてみたいけどね。まあそういうチャンスが来るかどうかね、わかんないけど、うん、サイコパスは悪くないっていうのがだんだん分かってきた。サイコパスのイギリスのなんだ、ケンブリッジかなんかの夫婦で、実は旦那さんが最後カミングアウトするんだけど、実は僕もサイコパス度高いですって言って、でそのサイコパスが意外とそういう病気じゃないっていうのがだんだん分かってきた、うん、そう、津田さんと仲いいな、うん、俺がニコ生の公式雑談に出れるわけねえよ、どんだけ嫌われてると思ってんだよ運営に、ニコ生の、ニコ生の運営が俺に声かけるわけねえだろうがよ。いや対談ね、一回して、対談とまで言わないけど一回お会いして、ひな壇でもいいから触れ合ってみたいけど、やってみようか、ひろゆきさんの公式雑談で、え、でもそれあなたの主観ですよねって俺やるよえ、それひろゆきさんの主観ですよねって、なんで生主じゃないのに分かるんですかって、僕ら生主なんですよって、で生主じゃないひろゆきさんがなんで生主の気持ち分かるんですかって、あなたの主観ですよねって俺やってやるよどんなリアクションするんだろうね、まんまひろゆきとしてやってやるよ俺が、うん、うん、テクサ俺のこと大嫌いだから、うん、それを動画にあげろ、うん、うん、知らない、うん、やっぱねニコ生はほら内輪を囲い込む文化だから、要は緑さんにね気に入られたりしないとねダメなのよ、いや本気でねテクサに働きたくてね、テクサにね繋いでもらったことあるんだけど、ワドはダメだって言われたの、うん、バイト誰でもいいから募集っていうので、う本当に本気でやりたくてテクサで本気で働きたくて行ったんだけどダメだって言われた。まあまあ嫌われてるでしょ、うん、向こうは絶対俺の枠見てんだよ、ゴロリとかさ、嫌いなタイプなんでしょ、オタクじゃないから、うん、いやみどりさん仲良くないよ、なんでワドじゃダメなんですかって、いやだから実力がないからでしょ、まあいいんじゃん、もっと生主働いてるよ結構、うん、みどりさんどうなんだろうね、俺のこと気に入ってないと思うよ、俺の名前出さないと思うよ、ゴロリさんはテクサっていうか、まあ足軽でもあるし便所太郎さんのリスナーでもあるし、だどこ行ってもゴロリいるから俺あいつ嫌いなんだよ、本当に俺本当にゴロリ嫌いなんだよ、どこのでっかいイベントに行ってもさ、イベントでなんかビール売ってたりさ小遣い稼いでさ、あいつ殺意湧くぜ本当に、
金魚の糞にも程があるんで、みどりさんの企画に行ってもゴロリいるしよ、石川のりゆきさんのイベントに行ってもゴロリいるしよ、便所太郎さんのどこにでもいるんだよゴロリ。本当に嫌いなんだよあいつ、ムカつくよなあのデブ、俺大嫌いだよゴロリ。風船プレゼントありがとう。いっぱい俺だから言ったんだよ、今回のステゴロ2誰がいいのって言われたから、ゴロリとやらせてって言ったんだけど、ゴロリはって言われたもんね。ゴロリと俺やらせろよな、一番盛り上がるじゃねえかよ、俺ボッコボコにしてやるよあいつのことなあ。俺本当は俺ゴロリさん指名したんだよ、あの表向きでは川崎洋平っつったけど本当は誰とやりたいのっつったから、ゴロリ出せっつったんだよ俺。うん、いやもう金魚の糞だよもう、誰に尻尾振るか決めろよと。本当だよ、ていうか尻尾振るなよな。うん、いやみんな嫌いだよゴロリのこと知ってるやつだってさ、小島グランプリにさ、てめえ AV 女優でお前番組なのに手出しやがってこの野郎って引っ張ったんだよ。で小島グランプリそれでガクンって、ただでさえカスだったのにガクンって落ちたの。ゴロリが出しゃばってさ、小島グランプリに乗り込んでさ説教かましてさ、 FC2 の公式アダルトでさ、お前 AV 女優に手出そうとしたろうっつって散々引っ張ったあげく、1ヶ月後なんか変な女と浮気してんの、嫁も子供もいんのに。それで引退になってんの、バカすぎるだろ本当に。うん、裏方に徹するじゃん、もう金魚の糞だよ本当に、大嫌いだよああいうの。うん、え DMM ライブって投げ銭あんの、 DMM ライブって投げ銭あんの、稼げるんだ、確かにリナネコモモナ関信号確かにいないな最近ふわっち、そういうサイトがあるんだ、投げ銭何パーなの、俺好き嫌いはっきりしてるからね。そうプロデューサーずらすんだよ、そうそう、それがやだ、俺は普通のリスナーじゃないからみたいな顔すんだよな、うん、俺はあの配信者側だからみたいな、腹立つわ。腹立つな。7割も入んの。すげえな。7割か。7割。7割。DMM ライブコミューン、 DMM ライブコミューン、プレゼント、アイテム、ほうほう、ほうほうほう、あ、そうだね、 OEM でばらまいてんだよ、そう、それはねセブンティーンの人も言ってた、セブンティーンも OEM でばらまいてんの、エセアカ知らない、なんか会社員になったんじゃなかったっけ、はい、ワダツ
ええー、っていうか、花火ゼロかよ、1時間半やって。ちょっと。花火師さんとは言わないけどさ、ちょっと。ちょっと、ちょっと。何、月末だよ。締め日、締め日。気合い入れてこうぜ、キツネ。ちょっと、どうしたのよ。どうしたの？ねえ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 。ねえねえねえ、厳しいの？月末。景気よく行こうよ。景気よく行こうよ。思うように行かねえけどさ。どうしたの今日は。本音で書こうよ、本音で。何、月末だから投げらんないのかな。月末上がるんだけどな、毎月。ちょっと期待してた。あ、花火はいいよ。花火売り切れ？本音で行こうよ、本音で。どうしたの今日？花火は？ちょっと。じゃあいいよ、キャットタワーとかさ、あるじゃん、招き猫とか。ちょっと。臓器、あ、やめて、行かないで、臓器はいい。大丈夫。応援コメントは嬉しいよ。じゃあコメントいっぱい書いて、じゃあ。ちょ、だ、もうさ、メガホンも止まっちゃったんだもん。ゆかち、ここ罪深いよ。メガホンも止まったのは罪だぜ。メガホンも。だ、応援コメントでいっか。コメントはたくさんあるけどさ。どうしたのってなるでしょう。これはさ、ちょっと盛り上がりに欠けるじゃん。ハートプレゼントありがとう。ハートありがとう。あ、ありがとう。メガホンありがとう。メガホンありがとう。わー、花火ありがとう。花火ありがとう。花火ありがとう。誰だろう。161号さんありがとう。来週くれんのありがとう。わあ、誰だろう。ありがとう。おー、ありがとう、ありがとう。ハートありがとう。ハートありがとう。元気出た、元気出た。あざーす。やめてよ。ちょっと花火やめてっていうのは言っちゃう、言うのやめて。花火もらわないと生きていけないんだよ、俺。花火で飯食ってんだから。ちょっと勘弁して。メガホンありがとう。ありがとうございます。元気出た、元気出た。ねえ。やっぱ花火大事よ。うん、メガホンありがとう。ありがとう。うん、メガホンありがとう。まだ平日の昼間にここでコメント打ってるのに花火開けれるわけねえだろうが。いや、それはほら。いや、そう言うじゃん。平日のこの時間にいるっていうのは主婦か生ポか経営者なんだよ。みんな分かってないんだよ。主婦と生ポと経営者。だから、お金持ちいるから。お金持ちいるから。全員が全員ニートと主婦とは限らない。そう、決めつけ良くないよね。そう。一定数の時間にゆとりのあるね、ウォーレン・バフェットさんとか、ビル・ゲイツさんとか、いるんだよ。いるんだよ。そう。いるの、いるの。俺のウォーレン・バフェットがいるの。だから経営者の人頼みますよ、本当に。我こそは。我こそは株主なり。うわー、すげえ！メガホン800個？何？ちょっと待って。風船なのにメガホン800個ってこれ何？何これ？あ、なんだよ。風船1個でメガホン800個かよ。騙されたよ。お前、うまいな。何これ、バグかと思ったよ。風船1個でメガホン800個プレゼントしました。だってこいつ。頭いいな。なんだ、コメント欄に書いたのか。必死で働いてるよねって、本当に金ないもん。ないもん。経営者勝つにやるわけねえだろ。いや、投資対象で、投資対象。じゃあ、経営者の人に呼びかけよう。いや、経営者の方にも呼びかけてるよ。だって、花火ないと俺痩せちゃうよ。痩せちゃうよ。いいの？俺がガリガリになってもいいの？この
ぷっくりぷっくりボディを保ちたいでしょ。ねえ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 、のんちゃん寝てるよ後ろで、うん、経営者の人ありがとう、経営者の人ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。148号さん花火ありがとう、うん、痩せた方がいいのかな、痩せようかな、ワズザップやる、本当に捨て頃終わったらワズザップやろうか、うん、ありがとうございます。花火の人ありがとう、いつも寝てるよ、うん、いいじゃないか、俺が働いてる社会と俺が働いてない社会どっちがいいよ、俺がコンビニの店員やってたら嫌だろなあ、俺がガソリンスタンドでガソリン入れたら嫌だろなあ、接客されたら嫌だろ、俺を家の中に閉じ込めたとほいた方が日本のためになると思わないかい、ねえ、たった一発の花火でね、こんな社会不適合者を封印していくことができるシステムなんだよ、犯罪が減るじゃないか、いいと思わないかい、俺みたいな悪党は部屋の中に牢屋に閉じ込めておけばいいんだよ、和道プリズンだから、和道プリズン、ただいま。いや、メガホンも嬉しいよ、メガホンも、まあ、メガホン嬉しいっていうとなんか語弊があるけどね、今の時期ね、メガホンもアイテムは全部嬉しいよ、うん、嫌い嫌いだわって言わないで、うん、じゃあ更新します。ノンラブはそうだね、フォロー外れてたから、うん、消えてたね、ノンラブは、ノンラブはいなくなった、うん、まあまあメガホンでもね大事だよ、正当なメガホンだったら、だからヒゲ剃るとサイコパスになるから怖いって言われんの、もう何度言わせたらわかるのよ、ヒゲは剃ってもいいけどヒゲ剃ったらやっぱダメだわって、ヒゲ伸ばした方がいいわって、もう答えが出たの、うん、いや何にもないよ別に、連絡取り合ってないもん、どっちがいいのヒゲ、ないないと怖いでしょ、ほとばしるサイコパス感、猟奇殺人鬼的な顔、いいのこれで、でしょ、アになるでしょ、いやヒゲ剃りあるよ、
でもヒゲあった方がいいっていう結論に達した方が達したんだよ。ダメだこれやなんだよ、笑われるんだよ。何人かそう、なんかそのしかも惨殺をしてるっていうか、そういやないあった方がいいって言われるんだよ。そう顔の表情がアスペ感が出ちゃうの余計に。だから結局あった方がいい。今と同じ家だよ。メガホンありがとう。メガホンありがとう。ひげ剃ったら花火上がるほど甘い世界じゃないの、俺が一番よくわかってるよ。ハートプレゼントありがとう。サイコパスではないだろう。自分を勝手に強調する。俺別に自分がサイコパスって言ってるわけじゃないよ。なんかみんながサイコパスっていうのを俺に。俺別にサイコパスだと思わないんだけど、でものんちゃんも多分和道さんはサイコパスだよって言うんだよね。メガホン大事よ。メガホン大事。メガホンがないとデイリーランキング上の方いけないもん今は。ペティナイフとか言わないで。ヒゲの白髪とかかっこいいけどな。だいぶ伸びたは伸びたよな。切る。ちょっと伸びすぎかもしれない。前科3班。はいどうもどうも。メガホンありがとう。前科っていうのは裁判所に行ったら調べられるんじゃなかったっけな。確かそんな制度じゃなかった。ひげ整えてるよ。こっち側短くしてここの長さと一緒にして、整えてるよ。こことかも剃ってるし、こっち側も剃ってるよ。だから整えてこれなんだけどね。目かわいい、うん、法務局か。あ、三つ編みしたいんだよね、襟足。この辺三つ編みにしたいんだよね、一本だけ。ここだけ三つ編みにしたいの。その、ここまで。こっからここだけ、一本だけ三つ編み。細いやつ。二つでもいいよ。細いやつ。たまにいるじゃん。たまにいない。あれやろうかな。三つ編みしていい、ここだけ。こっから一本、つーって。この辺までの三つ編み。髪の毛全部赤にしたいんだけど、のんちゃんが反対するんだよね。黒がいいって。どれさん、三つ編みかわいいよ、絶対。あ、ヒゲの三つ編みはちょっと嫌だね、俺。ダサい。いや、知ってるよ、知ってるよ。メガホン99や99個、分かってるよ。分かってるよ。まさかでも、あのタイミングで投げてくると思わないじゃん。全部笑いよ。全部ネタよ。のんちゃん47歳だよ。
そうだね、今はもうぐちゃぐちゃになっちゃったけど、半分赤だったのがもう伸びてわけわかんなくなっちゃったね。バラバラに赤が入ってる感じだね。のんちゃんに髪の毛染めるわっつって金髪にするやつ買ってきたら、やめてって言うから、黒髪がいいって。のんちゃん出しても今うつ病がひどいんだって。俺ツイキャスはやんないよ。ツイキャス大嫌いだもん。自分でやってるよ。赤もうダメになってるけどね、だいぶ。のんちゃんうつ病。そうだよ。うつっていうか、まああと更年期障害とうつ。だから命の母飲んでるね、今。のんちゃんはもう終わりだって言ってこう買ってなんか飲んでたから、なんか新しい薬増えてるなと思って、よこせって言ったら、のんちゃんはもうこれ飲むしかないとか言って飲んでたの。パッて取りやれた。命の母って書いてあった。今新しい薬増えた。そうだね、一緒に毎日散歩したいね、のんちゃんと。のんちゃんお酒飲めない。毎回お酒飲むとひどいことになるから、いや本当ちょっと運動させないとまずいなっていうぐらい運動しないから、本当にずっと寝てんだよ、でしまいにはここはのんちゃんの家だとか騒ぎ始めたから俺の家だわっつってうるさいのんちゃんの家だとか言って、なんかこの家はのんちゃん家だって言い始めたから、家賃払えとか思ったけど、電気代もどんどん上がっていくしな。いやーもうちょっと、いいのよ。のんちゃんは抱きしめるしかない。のんちゃんは抱きしめられないともうダメになっちゃった、いや寝たきりになったら困るんだけどね。運動だよ運動。いやガチ打つだよ、のんちゃん。いや本当にひどいんだって。のんちゃん、のんちゃん、ちょっと顔見せて、リスナーさんに顔見せて、ほら、うつの顔、うつだっていうことをのんちゃん見せてあげて、ほらこっち来て、ほらこのかわいいかわいいお目目見て、うつでしょこれはちょっとおっぱい隠して、ちょっと隠して、うつの顔だよねのんちゃんね。ねえこののんちゃんちだよね。ここ誰んち？のんちゃんち。ここ俺んちだから。ここ誰んち？のんちゃんち。いや俺んちでしょ。ここ誰の家？のんちゃんち。家賃払ってんの誰？わずさん。うん、そうか。ありがとう。うつ病でしょ。寝起きだから。出たな妖怪とか言うの。かわいいよね。疲れてんの。のんちゃんかわいいでしょ、みんなのアイドルだから、みんなのアイドルのりこ。そう、危なすぎて逆にかわいい目元がかわいい、なんかね、中年の男性に人気なんだよね、のんちゃんは。中年男性からガチの人気があるから。のんちゃんのプロマイド、グッズでのんちゃんのプロマイド出していい？中年男性にね、マジでね、中年男性に人気なんだって。中年男性とおっさんに人気なの。のりこプロマイド出そうよ。頭いいよのんちゃんは、まあまあ可愛いの。いや本当に人気なんだよ結構。いやマジでマジで結構40代以上の男性にマジでね、のりこ可愛いって本気であるんだよ。いや本当に37だよ、本当に37。
ねえ、みんなとお話できるようになればいいんだけどね。まあ待っててよ、うん、いやほんとほんと、のんちゃん財産持ち、のんちゃんは財産ないよ、すねかじり野郎だねえのんちゃん、のんちゃんは財産持ってない、すねかじってるだけだから、えげつないぐらいすねをかじりつい続けてる食らいついてる離さないで、ね、カブラって。あれのんちゃん誕生日いつだ？4月か、まだ先か、うん、え、のんちゃん可愛い方だと思わない？47でさ、え、じゃあババアとか可愛くないっつってんの、女なの男なの？じゃあ男か女か書いて、可愛いか可愛くないか書いて、それが知りたい。男性か女性が、まず男か女かまず書いて、その後に続けて可愛いか可愛くないか書いて、それを書いて。男で可愛いって書かないと分かんないよ。男で可愛いか女で可愛いか、男が言ってんのか女が可愛いか、男可愛いとか女可愛くないとか言って、どっちが言ってんの。女は可愛いが多いね。オス、オスが、あ、そうなんだ、オスだ。女性から可愛い可愛いって、あ、でも女の可愛い、女の人は可愛いって、あ、のんちゃん女の子は可愛い。女の可愛いってブスってことだから、のりこ危険なデータが取れた。女が可愛いっつってるから、これブスっていうことだから、女の可愛いはこれ嘘でしょ、敵だわ敵。女の可愛いはえげつないからね女の可愛いはダメだ。知り合ったの2年前じゃないよ。知り合ったのって、だって付き合ってこの放送に登場したのはもう47だから、もう40、次8だよね。うん、いや、のんちゃん映したいけど、みんながブスブス言うから出たくないってなってんだよ。うん、ね、可愛いよね。うん、あ、男が嫌だっつってんだ、知らなかったな。女性票が多かったんだ。うん、化粧、髪染めて化粧した時はまんざらでもなかった。まあすっぴんだからね、のんちゃん可愛い、めっちゃ可愛い、うん、のんちゃん、じゃあ本気メイクする？のんちゃん今、うん、本気メイクをして、のりこの美貌をちょっと世界中に知らしめてやろう。のりこの美貌を、美貌をさ、のりこを挽回しよう。株あげようぜ、株、うん、最高月収はだから目標達成したら公表する、うんうん、あ、岸田京子ちょっと似てる。俺その映画のほら花火みたい思った。岸田京子はちょっと似てる、雰囲気が。わかる、花火でしたよね、奥さん役だよね、うん、いや、のんちゃんガチで可愛いと思ってるから付き合ってんだろ質問するまでもないでしょ、可愛いと思ってるから付き合ってるんでしょ、うん、リリーはないわ。いや、言語性 IQ が低いだけでしょ、普通に頭いいよ。言語性 IQ が低いんだよ。どうなったって開き直ってるよ、うん、マンスリーランキングのトップ見てごらんマンスリーランキングのトップ見てごらん、昨日の一件どうなったんですかって開き直ってるよ、うん、どうなってるか見せてやるよ。マンスリーランキング1位今誰だと思う？サミュエル・モーランドさんだよ、うん、サミュエル・モーランドで検索してごらん。メガホンを作った人だよこれねえ、今ふわっちのマンスリーランキングトップはサミュエル・モーランド、メガホンを作った偉人だよ、うん、でもそれが現状だよ今、うん、はい、お疲れ様。朝比奈なんだろう、なんかアニメのさ原始人のキャラクターとかに似てない朝比奈、
あんまり言うとダメだよな、朝日奈ちゃんに嫌われちゃう。なんかさ、なんか原始人のアニメとかあるじゃん、あんな感じに見えるんだよね。南田陽子、南の陽子じゃなくて南田陽子、朝日奈天然だからな。何回目で意識した、何回目。俺別にさらっとしてるよ、ていうか逆に言ったら今でもそんな意識してないよ。俺付き合う前から変わんないでしょ。飲んじゃ変わった、分からん、変わんないあんまり。俺でもあんま変わんないでしょ、付き合ってもあんま変わん、態度変えない方だよ、さらっとしてるよ。南田陽子、誰、南田陽子って誰だ。南田陽子わかんねえな。南田陽子浮気はしないよ。南田陽子、あー似てるかも。あ、この人か。あ、雰囲気似てるかも。あー、はい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 、この人ね。はい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 、あ、若い頃初めて見たな。うん、あー雰囲気似てるかもね。うん、はい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 、この人ね。こういう系の顔だよね。のんちゃん付き合って1年とちょっとぐらいじゃないの。セックスあんましてないよ。デレデレしてたかな、付き合った頃。いや別に若い子で全然いるよ、いたよ、全然。なんか若い子全然いたよ、俺があんま関心ないのよ。うんちゃん子供だね、もう完全に。のんちゃんがね、初めて一緒にご飯食べてた時すげえ面白かったよのんちゃんとご飯初めて 家で食べたの、俺の家で。そしたらね、のんちゃんが食べながら泣き出したの、なんか号泣してるの。もう涙、もうしかものんちゃんが、ね、なんかこうやって泣くんじゃなくて、もうブワー泣きながらご飯食べてんの。どうしたの、のんちゃんなんで泣いてんのって、もうブワー泣きながら米食ってるから、どうしたの、どうしたのって聞いたら、一人で食べるご飯じゃなくて、和道さんと食べるとご飯めちゃめちゃ美味しいって言って。覚えてる？のんちゃん覚えてる？そう。10年間引きこもりだったのね。10年間引きこもりだったんだからよ。これもう笑ったよ、あれは。いや、本当に10年間引きこもってるとこうなるんだと思って。一人で食べるご飯じゃなくて、和道さんと食べるご飯が美味しいっつって。ギャグ漫画だよ、本当に。家庭環境っていうかもう、だからね、うん。寂しかったんだろうね。うん、いやー、あれは面白いよね、うん。あれは面白かった。パチパチパチだよ。なんかね、のんちゃんの部屋見たことある人はね、のんちゃんが大体どんな子かわかるからね。いや、壮絶な人生だよね。のんちゃん会ったことあるリスナーさん何人かいると思うよ、この中にも。もともとリスナー、ニコ生時代からずっといるリスナー。俺は腹抱えて笑って、今みたいなリアクションだよこんな顔だよ何それっつって、付き合いたての頃面白かったよ。あといきなり外に出て、のんちゃんがくる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 回転し始めたの。なんかくるくる回るのね、のんちゃんが外に出たら、で、のんちゃんは無敵だーって叫んでたよ
すげえと思ったけど、あとそう外に初めてデートした時の名言は和道さんといると世界が変わったって言ってたね、うん、発達障害ではないと思うよ、うんうん、あ妻にゃんは嫌いだよ、うん、妻にゃん嫌いっていうか全人類の女性を滅ぼすって言ってたから最初は和道さんが浮気しないために全人類の女性を滅ぼすって最初言ってたから、うんうん、ただの発作だけど、いやオフ会、うん、話の上手だ、うんそっか、うん、でもうつ病、いや、和道、俺だけじゃないよ。香川さん大好きだし。あと誰見てた？あ、そうそう。初めて雑談配信者を見始めたのが直樹兄さんだった。だから、のんちゃんからすると、直樹兄さんと戦うのって。私、初めて見た雑談配信者、直樹兄さんだよ。つって。付き合うの別に迷いはないよ。うん、別に配信者俺だけが好きなわけじゃないでしょ。ADHD ではないな、うん、多分俺が ADHD だから見ててわかる。 ADHD とかアスペではないと思う。和道さん政治家になりませんか？やりましょう。バックアップしてください。こんにちは。変人じゃない。いや俺以外と付き合ったことあるでしょ、こんだけ美人なんだから。47でニコ生ハマるなって、だってニコ生立ち上がったとほぼ同時ぐらいから見てるでしょ、うんうん、アスペの見極めは目を見ると大体わかるかな。発達障害は目でわかるね、うん、なんでかわかんないけど昔から目でわかる。ドレさんとこ行ったの？うん、ドレさん次枠開いたからそのまま家で、あと放送終わった後 LINE やり取りした。初見さんいらっしゃい。病院連れてってやるよって。病院行って通ってるよ。いや親は喜んでるかどうかわかんないよ、うん、のんちゃん面白い。いやのんちゃん面白いよ。俺の中では異世界だね。のりこがミュウツー殴った時被害届出さなかったんでしょ。被害届はだってミュウツーが出すかどうかでしょ、うん、療育？療育って何、うん、いや配信できるでしょ、うん、で政治家は配信やっちゃダメなんて法律ないよ。まあ横山みどりさんとかじゃないの、一番有名なのは。居心地いいから一緒にいるんだよ。楽しいよ。ご飯美味しいし。のんちゃんのご飯世界で一番美味しいよ。いや、付き合ってるってだ、ずっと一緒にいるんだから。のんちゃんセミロングだったよ。あ、俺がバッサリ切っちゃったけど。あ、わかんない。のんちゃんの子供の頃のことは知らない。のんちゃん結婚したことないと思うよ。別に結婚してても別に何も思わないけど、うん、短くしたよ。今ショートカットだよ、のんちゃん。結婚はまあしないだろうな、うん、大好きだよ。でも彼女泡吹いた話だから、俺が初めて会った時に俺がかっこよすぎてのんちゃんは映画館で泡吹いて倒れたんだよ。彼女の過去に興味ない。俺は誰しもの過去にもあんま興味ないな。死んだ人だったら全部過去だからあれだけど、うん、死んだ人だったら過去しかないからあれだけど、死ぬまでは別に今を見ればいいじゃん、うん、どうしたら実家あるよ、うん、
は関係ないとは思わないけど、別に気にならないかな。大事なのはこれからどうするかでしょ。一緒に一回挨拶したよ。うん。一回挨拶した。生活保護の質問いいよ。うん、ちっちゃい何？電池。え？何？なんて？入れるちっちゃい電池。これに入れるちっちゃい電池が欲しいの？うん、あ、これ切れた。タイマーの電池は、うん、これか。これ買わないとな。タイマーの電池も切れたんでしょ？そう、同じちっちゃい電池。え、これじゃないでしょ？タイマーは。同じ。あと100均いく？似合う？何？やだ。何似合うって何今の？やだ。いやだじゃなくて電池買うんでしょ？100均いこうよ。コンビニ高いでしょ。だって100均の電池すぐなくなっちゃう。コンビニ行く？後で、うん、じゃあ後で行こう、うんうん、嫁が美人に見える。夜の営みは最近なくなってきたね。いや、俺は浮気したら刺されんじゃないの、うん、だいたい俺に興味ある女なんかいねえよ、うん、俺に下心ある女なんかいねえよ。いる？こん中にいないでしょ。ピュッピュッ。私は精神障害で通院してますが、公共の乗り物に乗れず、車を持っていますが、生活保護って受けられないんですか？ OK。あなたはこれを見てください。俺が今単発で答えるよりも、この動画にすべて書いてある。この動画、チャンネル登録しといて。この動画チャンネル登録して。あなたに必要なのはこの動画です。これパソコンで見たら、この動画ね。この動画チャンネル登録しておいて、うん、ここに全部載ってる。299号さん、この動画を全部見てから言おう。もう全部載ってる。で、この動画っていうのはケースワーカー歴、要は生活保護の担当官を11年やってた専門家だから、この人が全部答えてくれるから、この YouTube 見に行こう今すぐ。ここに全部載ってるから、全部。わかった？わかった、うん、いや、チャンネル登録した方がいいでしょ。ヘビーに見た方がいい。全部載ってるよ。いや、車についての生ポン、目次も番組説明欄に全部書いてある。どういう人が受けられて、どういう条件が、全部載ってる。そう、和道チャンネル。これチャンネル登録しておくは間違いない。で、ここで話してないやつ、これ2もあるから、バージョン2もあるから、オッケーオッケー。ここに全部載ってる。この2時間、1時間半ぐらいかな。1時間半の対談で生活保護の全てが書いてあるから。間違いない。これは好評だから。で、いいねボタンを押して。みんな、この動画にいいねボタンを押してない人、この動画にいいねボタンを押してください。うん。これにいいねボタンを押してください。いいねボタンを押してきて、ちょっと、パッと。低評価やめて。いいねボタンを押して。で、質問はこっちに書いてください。生活保護の質問、こっちに書いた方がいい。うん。配信家でしょ。いいねボタンお願いします。間違いないから。ありがとうございます。低評価を押さないで。YouTube にあるでしょ。フォ
ォローありがとう。いいねボタンね、低評価じゃない、高評価押して、うん、話聞いてねえなこいつら。いいねボタン押すと動画のクオリティが高いっていうことでどんどんおすすめに乗るんだよ。 YouTube の中でおすすめ評価が上がるの。だからリンクが貼られやすくなったり、検索した時に生活保護って検索保護、生活保護って押した時にどんどん上に行くので、バットボタン押すとその俺のなんつうの検索エンジンが下がっていくの。低評価押せば押すほど俺が検索エンジンに引っかかんなくなる動画になるってこと、一般の人が見つけづらくなるってことね。いやこれは結構価値があると思う。これ見てもわからない人がいたら質問を受け付けるよ。仲直りって別に喧嘩はしてないよ。高評価を押してくれっていうのに低評価を押すバカがいるんだろうな。まもなく導火線に火をつけます、花火大会の開催です。花火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 。ドレさんのお見舞いってだって喉痛めてるだけだよ、風邪ひいてないよ。こんにちは、ドレさん元気だよ、連絡は取り合ってる。低評価やめてください、うん、やめてよ、一般の人にも見つけてもらいたいじゃん、閲覧増えるんだよ、うん、閲覧増えるんだよ、うん、質問、生活保護の人は葬式とか結婚式は行けないんでしょうか。行けます、生活保護だからできないっていうことは一つもありません、むしろ葬式代とか出ます、それも動画に書いてあります。1と2見てから質問しましょう。葬式代出ます、税金です。結局ドレさん、いやネタだけ、結婚式は出なかったかな、お金は。でも生活保護だから何やったらダメっていうのはないよ、一つも。海外旅行行けないでしょ、行けるよ。だから動画見てから言ってっつってんじゃん、もうそれも全部載ってるよ、うん、あ、それ不正受給の通報の仕方も載ってるから動画見て動画見てください、うん、全部答え載ってるから、あなた方が質問することは、うん、全部のあのやってください、全部見てから言ってください、動画に全部載ってるから。今のもうあなた方の質問全部答えてる、全部答えてる。外国人の不正受給問題、どう違法性があるのか、何が問題なのか、外国人と日本人の違い何なのか、車持てるのか、原付は持てるのか、資産が相続された場合どういうふうに返還するのか、グランドピアノを所持しているけど売れと言われてるが売らない方法あるのか、あります、全部ある、全部動画に載ってる。質問をするんだったら見てくれっていうこと、生活保護の関しは。だ生放送で何回も説明するのダリーもだから動画にしたんだから、だから目次をクリックしろよ。だからみんな誤解してるんだけど、 YouTube2 時間全部見るのだるいって言ってスキップができないと思ってるでしょ。あのね、俺の動画ちょっと紹介するね。まず見て、待ってね、今見てほしいんだけど、俺の生活保護完全マニュアルっていう動画がまずあります。これね、これあるでしょ、これが俺の動画、生活保護完全マニュアル。
ここに目次もっと見るってやると、ここに全部書いてある。ケースワーカー、まず生活保護対談のいきさつ、どんな人でも生活保護を受けられる、暴力団以外とか、生活保護手帳とか、生活保護手帳に全て書いてある。ケースワーカーは警察と連携してるのか、暴力団員が生活保護について、外国人の生活保護不正受給について、 NHK の国民守る党の立花さんとのつながりとか、持ち家がある場合、自称課長の河本の不正受給問題、舛添洋一のお姉さんは生活保護の問題、生活保護の扶助について、車の保有ができるかできないか、ギャンブルは OK ですとか、海外旅行はできるのか、私物はどこまで保有できるのか、ふわっちポイントやアマゾンギフト券の生活保護者、これはどうすればいいのか、区役所に彼女を連れてくる受給者の話、住所がなくても生活保護を受けれるのかどうか、これクリックしたら全部ここにある目次、あなたが気になる項目、どっかこれクリックしたらその時間に飛べるようにしてるから、ビットコインについて、クレジットカードの保有とか、ベーシックインカムとか、全部あなたの質問、ここにないことを質問して、ここにないこと、ここに答え全部載ってるから、すごいでしょ。ここまで作り込んでるから、これでめんどくさいって言われたら質問する権利ねえよ、うん、細かいでしょ。この動画かなり作り込んでるから、うん、いやこの動画ほんと知ってほしいよ。ほんとみんなが目が鱗だと思うよ。パソコンの場合飛べる、パソコンはクリックしたら飛べる、わかりやすいでしょ。でここの項目にないことは次のやつで話すし、生放送で話すよ。手間惜しんでないよ。だから生活保護完全マニュアルで検索して、うん、これは結構あの生活保護受けてる人も目から鱗だとか、専門家もびっくりしたって。URL ここに買ってある、これから飛べる。だからチャンネル登録もしといて、だからいいねボタンも押しといて、生活保護完全マニュアル、生活保護完全マニュアルで1と2があるから、1と2があるで、2なんて生活保護が税金投入されてる問題をさらに深掘りしてて、年金問題の方が悪質だっていう、もっと本質的な話題をしてるから、みんながびっくりするような話してるよ。生活保護っていうのは税金、国の負担で、国庫で、国の負担で2兆円かかってんので、本当は4兆円かかってんだけど、2兆円が生活保護の生活費で、さらに2兆円医療費がかかってんの。だから普通のみんなが言ってる生活保護費っていうのは2兆円なのね。だけどみんな知らないかもしれないけど、年金ってあるでしょ。年金って年金の積立金だと足りないから11兆円使ってるの知らないでしょ。だから実を言うと生活保護の5倍以上のお金が国民の税金から負担されてるって知ってた？初めて知るでしょ。だからそういう深い話してるから、なんで生活保護叩きをするのにその年金は叩かないのっていう話。生活保護を騙し取るためのマニュアルじゃないです。アドリスナー生ポとメンヘラじゃないでしょ。それだけじゃないよ。バットボタン増えてる？もう何言ってもダメだな、うん、黙れって。見てるって、なんで2ウィンドウで見てんだよ。俺の方音楽切れよ、音切れよ。年金のソースあるっていうか調べたら出てくるよ、うん、それも2で話してるから。でもね、本当のこと言うとベーシックインカムはダメだっていうのが俺と小川さんの見解なのね。そこはその一致してるの、考え方が。なんでベーシックインカムはダメかっていうと、低所得者が余計損をするからって。いや違うよ、手軽に質問できるから、手軽にすぐにインスタントに答えが欲しいんだけど、自分で調べないやつはダメだよ。世の中にこんだけ情報があるのに自分で調べることができないっていうのは、結局ね、動けないやつなのよ。俺に簡単に聞いて、あ、できるならできるんだって考え、頭を使えってことね。もう答えは世の中に無限にあるから、情報取り行けっつってんの。そのヒントを渡すっていう。それを思う。そう、ググればいいだけなんだよ。ただ俺はそういう動画専門的にやってるから、答えは出してるからそっち側見てねってことよ。うん。うん。だからてめえが生ポ4年間もらうから税金が高くなると思ってる人は全然話が違うの。議論にならない。
問しろって言っただろうがって何？広告収入なんか全然ないよ。数千円じゃ。数千円でもありがたいよ、毎月入ってくるんだから。ステゴロ2では話さないよ。なんでステゴロ2で俺生活保護の話してんの？ステゴロのファイトまで申告したかどうか。いや申告してるでしょ。年金の11兆円は払わない人がいるからでしょ。払わない人がいるからっていうよりも足りないからって言った方がいいかな。足りないからだね。なんでかっていうと、現行に働いてる人がお年寄りを支えるっていうのが現行の制度だから。だから年金は破綻してんの。 YouTube 見たけど質問どうぞ。はい。どうぞ。ね、質問いいですかっていうよりも普通に質問ダイレクトに投げかけてもらった方がいいね。あの質問いいですかっていうの無駄だから、あの有意義な質問には答えますよ、うん、有意義な質問には答えるから。質問していいですかっていうのが無駄、うん、てかね、コメント欄で質問なんかしても無駄だよ。電話かけておいで。放送中だったら相談突受けてるから。俺気分屋だよ、うん、俺生ポじゃないよ、うん、犯罪をして刑務所に行った瞬間、自分の生生活保護は止まりますよ。はい。刑務所にいる間、例えば留置所とかにいる間っていうのは生活費を返還しないといけないの。だから止まりますね。結論から言うと、刑務所にいる間は止まります。留置所にも拘置所にもいる間も止まります。でもしその間受け取ってたら返還命令が来ます。そんなさ、なんか顔も知らない名前も知らないやつの質問答える意味ないじゃん、うん、だから本当に重要で必要だったら電話ぐらいかけてこいよっていう、うん、もしくはそれだったら動画にコメント欄で質問してくれっつってんの、うん、だって俺生活保護の専門家じゃないもん。いやだろ、なんで俺が答えんだよ。なら狐の意味ねえだろ。だから普通にコメント読んでんじゃん。読みたいコメント読ませろよ。お前らだって自由に書いていいんだから、俺だって自由にコメント読んだっていいだろうがよ。うるせえよ、狐にしたいんだよ。狐が好きなの。うるせえ、うるせえ。狐が好きなんだよ。うるせえよ。うるせえよ。狐が好きなんだよ。黙ってろよ。俺は好きなんだよ。西川とコラボしたことなんか一回もねえよ。論破もクソもねえよ。電話したことねえんだから。だから俺は専門家じゃねえっつってんの。なんで俺が専門家になってんだよ。専門家じゃないんだから俺に質問すんなっつったんだよ。うん。狐だと花火たくさん上がりますか？ 2 発しか上がってねえよ。2発しか上がってねえよ。なあ、見たらわかるだろ。2発だよ。2時間喋って2発だよ。時給500円だよ。うるせえ、うるせえ、うるせえ。うん。なんだ矛盾ばっかって。何も矛盾してねえだろ。何が矛盾なんだよ。まあ、配信者の中では詳しいけどね。うん、だから専門家ではないから、うん。質問しろなんて言ってないよ、うん。小川さんに聞け、小川さんに。今日花火すごいって2発だよ。すごくないよ、うん。時給500円かわいそうだと思ったらアイテムちょうだい。ハートでもバーガーでもいいから恵んで。かわいいかわいい和道に
可愛い、可愛い和道にさ、なんか無料アイテムでもいいからちょうだい。都合悪いとじゃねえよ、専門家じゃねえっつってんだから。ゲスト呼んでんだろ、専門家呼んでんだろ。わあすごい、バカありがとう、バカ50個ありがとう、ありがとうございます。また明日たくさん上がるかな、バカありがとう。また上がるかな、楽しみだな、ありがとうございます。メガホンありがとう。低評価押さないで、何がホラーなんだよ。アイテムもらいたいでしょ。残り花火128発か、ちょっと最高月収は無理かな、第2位かな今月。ほらねってなんだよ、ほらねはおかしいだ、アイテムないと食ってけないよ。夜上がるかな、1位はね、去年マンスリーはもうダメじゃないの、50以下じゃん、今日多分いっぱいみんな上がるから、月末ラッシュかかるから。ハートありがとう、ハートありがとう、月収はみんなにわからないはずだけど、オワコンって言わないで、頑張るよ。違う、ふわっちの最高月収だよ、ふわっちの最高月収。ちゃんと公開するって、花火がノルマ達成したらちゃんと言うよ、見せるよ、想像にお任せ。トゥクトゥクメーターは詐欺でしょあれ俺トゥクトゥク買わないもん、トゥクトゥクメーター俺がやったら絶対叩かれるもん、絶対トゥクトゥク買わないもん。そうそう、メガホンのせいでもうポイント誰がどれだけもらってるか全く分かんなくなった。ノルマって俺変わった？シートは使わないよ、恥ずかしいもん。俺に閲覧200ぐらいの男でしょ、閲覧150から200ぐらいがちょうどいい男だから、いいのよ、見え張ってもしょうがないから。最近上が、花火上がらない原因分かったかよ。お前花火上がった時のダンスとかの演出が可愛くね。俺めっちゃ可愛いから、もう。もうすごい、クラブミュージックつけても、もうすごい踊るよ。あの、セブンティーンの女の子みたいな。なんかね、あの、海外のサイトってね、アイテム上がるとね、ツッチー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 ってなんかダンス踊るんだよね、女の子は。あれなんなのなんか知んないけど真顔ですっげえセクシーなスタイル女の子踊り出すんだよね、あれ笑うよね。なんか椅子とかでね、いきなり音楽でズッチ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 すげえすごい、こんな感じになるの、 あのノリ。海外外人ってなんで踊んの、あれあれ見ててすげえシュールなんだけど、海外では盛り上がってんの、なんかすげえ踊るんだよ彼女たち、あれ何なんだろう、韓国人とかさ、クラブミュージック俺流してないよ、よくくねるよね外人ね、水増しは俺だって依頼してないもん、水増し依頼してないよ。そうストリップみたいなさ、何なんだろう外人ってよく踊るよね、あれがセクシーなんだろうね、俺踊んないよ、喜びを体で表すんだ、照れて人前で踊らないのは日本人ぐらい、日本人だもん俺。でも日本人って結構盆踊りとか好きだよね、なんか祭りは好きなんだよな日本人ってな。なんて言うんだっけ、火事と喧嘩は江戸の花って言うんだっけ、
踊らないよ、やだよ。花火ありがとう、踊らないよ、無理だよ、やだよ、やめてよ、踊るのやだやだ、恥ずかしい、ごめん、いや、やだって、やだよ、俺踊りとかわかんないもん、ごめん、花火くれた人、俺踊りとかできないよ、ごめんね、やだよ、恥ずかしいもん、いや恥ずかしいもん、やだよ、なんかやだよ、いやごめんね、花火くれた人ありがとね、俺踊れないよ、いや踊れない、無理だって、俺そういうの嫌いなんだって、そういうのやだやだやだ、ごめんね、花火ありがとう、やだやだ、恥ずかしいんだって、いや自信のあることならできんの、シルバー作ったりギター弾いたりとか、歌歌うのはいいんだけど、歌歌うのはいいんだけど無理よ、いや踊らない、踊らない、ごめんね、うん、月収いくらかどうかはね、残りのノルマを達成したら、花火残り何個って書いてるから、それを達成したらね、あの公開します。いややだよ、だって黒歴史になるもん、やだやだやだ、恥ずかしい、うん、いや踊って花火なんか上がんないよ、やだって、本当に嫌な、そういうの黒歴史になるから嫌なんだって。いや歌とか上手いからいいじゃん、ギターとか上手いからいいけど、歌は俺自信あるから、やだよ、やだやだ、踊りは下手なの、チンコは見せても平気なんだけど嫌なんだよ、踊りは、そういうのは絶対嫌なの、やだ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 、うん、いやだだ、踊らないよって最初から言ってるじゃん、俺やだよ、俺そういうの苦手なの、本当に嫌なの、ごめんね、うんうん、いやならないよ、ノンフィクションチャンネルがヒットして和道とピコ太郎とかならないでしょ、ならないでしょ、なんでジャスティン・ビーバーに拡散されてハリウッドセレブが和道和道ってなるんだよ、なるわけねえだろう、ならないよ、やだやだ、うん、花火の数1個減らせ、減らしてるじゃんさっきから、うん、なるに決まってねえだろ、なんでピコ太郎と俺がジャスティン・ビーバーに評価されるんだよ、おかしいだろ、うん、でいいのいいの、嫌なことはやらないの、やらないっつったらやらないの、なんで全米が俺に夢中になるんだよ、うん、可能性を捨てたじゃなくて、そんな売れ方や、俺さピコ太郎のあのなんか嫌なんだよ、ピコ太郎のなんかどやってる感じすげえ、あれ絶対黒歴史じゃん、いや今は楽しいかもしんないよ、今は楽しいかもしんないけど、うん、いや花火減らしてるよ、うん、マイケル・ムーア気になってんの、いや花火あげた人ごめんね、ごめんね、俺ラジコンにはならないから、やだよ踊らないよ、違う違う違う、嫌なの俺は、本当に踊りとか嫌なの、うんうん、スーパーボール出ないよ、うん、嫌なの、いやごめんね、花火投げてくれた人、俺ダメなんだそういうの、うん、スターウォーズの続編にワドをモチーフのキャラできないよ、うん、やだやだ、じゃあもういや何この流れ、ほんとやりづらい、じゃあ嫌なんだって、ほんとになんだよこの流れ今日、いやマジで話題変えて誰か、じゃあほんとになんでなんでこんな食いつくの、嫌だっつってんのに、あ歌聞きたい。あ、歌ならいいっすよ。歌ならいいっすよ。うん、オリジナルね。うんうん。ありがとう。花火ありがとう。
俺の名前は、俺の名前は何？俺の名前は一体何？What's your name? What's your name? My name is Wado. ありがとう。うん、ありがとう。オリジナル。かっこいいじゃん。ハートありがとう。うん、え？いや、これ結構、これで俺フジロック撮るから。うん、再来年のフジロック撮るから、俺が。うん、閲覧減るんだよね。ピコ太郎と変わんなかった。閲覧30人減ったの。いや、What's your name だよ。What's your name だよ。What's your name? What's your name? My name is Wado だよ。今の歌いいじゃん。いや、花火でリクエストあったから。だから、What's your name だよ。What's your name だよ。What's your name? What's your name? My name is Wado だよ。お前の名前は何だ、お前の名前は何だ、私の名前はワドーですそう、ワッチャネイム、ワッチャネイム、ワッチャネイム、そうそう、いいだろう、ふわふわのワッフル、ふわふわのベルギーワッフル。動画、あ、プロモーションビデオ作ろうかな。プロモーションビデオ作ろうか。なんかいる？ありがとにゃんとかいる？ラップは、ラップはガチで評判いいね。なんか知んないけど。ラップはガチで評判いいね。俺はね。うん、俺はやばいらしいね。言霊がこもってるっていう。ラップはマジで評価されてるよ。うん、コメントをつなげて歌詞とかその場で作れますか？もうできるに決まってるね、多分ね。うん、常にアンサーソングだから。ワドラップはもう最高だよ、ほんと。呂布カルマかワドーかって言われてるからね。呂布カルマかワドーかっつって。韻の踏み方は、韻の踏み方教えてあげようか。俺、もう、お前ら全員ラッパーにしてやろうか。お前ら全員ラッパーにしてやろうか。韻の踏み方は簡単だから。じゃあ、何々で韻踏んでって言って。何々で韻踏んでって今すぐ言って。何々で韻踏んでって。もう簡単な一言でいい。簡単な一言でワードを韻踏めんのかよって。言ってごらん。いや、いいから。お前ら全員ラッパーにするから。ラップ教室だから。今日の放送、いいよ。何で韻踏んでって。一言、お題何って書いて。お題何？ライザップね。ライザップ。ライザップ。ライザップで韻踏みます。ライズアップでイン踏みます。ちょっと待ってね。ライズアップでイン踏むから。ちょっと待ってろ。ちょっと待ってろよ。痩せたいときは、ライズアップ。
ップ。ところで今は何時何分？俺のラップは紙ラップ。ちょっと待ってね。お前ら常にマニアック。踊りたくねえな、ハッピーダンス。常に持ち歩いてるキャリーバッグ。俺とお前のタイアップ。いつかやってみたいハイジャック。よし。完璧だろ、完璧だろ、繋がってるだろ、繋がってる感じがするだろ、繋がってるだろ、いやいや、ワドラップは定評あるから、俺のバイブス届いた、マジ言霊こぼってるだろ、定評か、マジかよ。じゃあ、インノートっていうのをね、ここに書いてあるから、これ読んだだけなの。検索するといっぱい出てくる。検索するとね、いっぱい、ジャイアンツとか、ハイザックとか、マイガールとかいっぱい出てくるの。これ読み上げてるだけなの。ここ、インがいっぱい出てくるね、サイト見つけたの、難民キャンプ。難民キャンプかっこいいね。難民キャンプいいね。いいじゃん、このサイトいいんだよ、ザ・ピーナッツとかね、ライズアップでイン踏めっから、キャッチアップとかね、今日帽子かぶってないです、ユカチーでやってみる、ちょっと待って、ユカチーでラップやってみようか、ちょっと待って、ユカチーでやってみよう、ユカチー、ユカチーでイン踏みます。あ、あ、イエーイ、あ、あ、ああユカチー、いえ、ちょっと待って、ユカチーは検索に引っかかんなかったからできねえ。これで検索に引っかかんなかったらインフレない、インフめないから。このノートで検索不可能ですってなったらダメだから、もうダメだわ、ちょっと待って、どれの深夜食堂でやってみようか、どれの深夜食堂、どれの深夜食堂でやってみよう、どれの深夜食堂でイン出てくるかな、あ、出てこないね、出てこないわ、検索に引っかかんない、文字数が多すぎるとダメだから、ダメだったわ、これも出てこないね、これはダメだわ、ダメだわ、食堂でやってみる、食堂は出てくるんじゃないの、食堂でイン踏んでみようか、食堂、食堂、ひらがな5文字以上の言葉を入力してください。ひらがな5文字以上だ、のんちゃん、深夜食堂だね、深夜食堂、食堂、深夜食堂で検索してみよう、金華行玉城、理科の授業、一般国道、キラーソフト、踏めそうだな、岩戸空港、ピーター・トムソン、よくわかんねえな、あ、深夜食堂をミラーボールをにもできるんだね、シンガーソングを、三日坊主を、因果抱負を、ギアホースを、ああ踏めるんじゃないの、シンガポールを。不正ユカチでいく、不正ユカチ、え、あ、ラップ対決か、これラップ対決かもしんない、ちょっと待って、めーんめーん、あのコマ太陽のコマ稲葉です。なんだお前、ラップ対決すんのか、お前ラップ対決、お前ラッパーだって知って俺にトツかけてきたんじゃねえのかよ、何 MC ワドなの、 MC ワドだよ、
お俺に俺が MC 卵味噌って有名な俺のこと知らないの MC ワード。お前 MC ワードだぜ。よよ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 知らないのか。よよよラップで返せ。お俺の俺の放送いやかもいやワード俺の放送お前に勝ってる花火4発俺も4発いや、うん、勝ってねえじゃん。勝ってるってアイテム勝ってるから見てみな。うん、もう俺はワードを超えてきてるからね。うんうん、なんだよラップ対決すんの。いいよ。なんだっけ音楽ってなんてやんだっけ。あのほらなんてやんだっけ。8ビートだよ。8ビートじゃねえよ。なん音源なんであれだよ。後ろで流れてるあのやってるだろあのラップがラジカセで。ああいうのなんつうんだよ。 DJ かよ。DJ じゃねえよ。そうじゃねえよ。トラックだよ。トラック？まぬけか、お前は。トラックも知らねえの、お前。ラップか、お前。何言ってん？俺はリリックを書いてる。OK、イエーイ。俺のソウルを、俺のソウルをお前にぶつける、イエー。音聞こえてんのかよ。聞こえてるぜ、イエー。かかってこいよ、イエー、MC は。ちょっと待ってろ。ちょっと待ってろ。今、音楽流すから待ってろ。ちょっと待ってろ。本気かよ。本気だよ。お前負けたら花火も俺もらうかんな。あれ音が流れない。どういうこと。俺お前の花火をもらうよ。花火師もらうよ。いいの。あれ音が、あなんだよ。お前通話中だから音流れねえじゃねえかよ。どうすんだよこれ。どういうこと。お前 LINE 通話してるときはミュートになる設定じゃねえかよこれ。音楽が聞こえてこねえじゃねえかこれ。どうすりゃいいんだよ。ん、これ LINE、 どういうこと。これどういうことだ。こっちでやればいいのか。いや、あれか。ワドの方がパソコン詳しいんだから。違うんだよ。LINE 通話になってると音楽流れないから。ちょっと待ってろ。ちょっと待ってろ。うん、ラップバトルだてめえと。あの聞きたいことあるんだけどいい？うん、いいよ。あのステッカーってどこで作るの？いや業者でしょ。業者で検索すりゃいいの。ステッカーオリジナルで検索しろ。うん。うん、ありがとう。いや。うん、メインあったぞ。あったぞ。ちょっと待ってろ。ちょっと待ってろ。じゃあお前から行け。Yeah, yeah, come on, yeah, come on, yeah. 俺の母ちゃん、借金地獄、yeah. 俺の俺も人生、借金地獄、yeah, come on, yeah, yeah.相場で700万の借金抱えた俺の母ちゃん泣き出たかも。まだまだ雨お前の借金700万笑わせるな。俺の借金は3000万、バックれてから15年間。お前は一体何年、いつまで経っても払えねえ。まだまだ俺の方が払えねえな。稼ぐぜ花火お前に負けねえ。 Yeah, come on.Yeah. カモンじゃねえだろ、yeah. お前のアンサーだろ。Yeah. ワドの彼女金持ち、yeah. カモン、yeah. Yeah. Yeah. お前はそれで飯食うのか、yeah. カモン、yeah. Yeah. ああのんちゃんの資産40億、俺には1円も入ってこない。関係ない、のりこの紐なんて俺にはない。こじるならリスナーの財布、のりこの財布には手を出さない。お前とは違う、女のケツは追っかけない。 Yeah Yeah 来いよ。それでも、oh, Yeah それでもお前は花火師のケツ追いかけるぜ。 Yeah かもよケツ、お前は一緒な花火で生活できると思ってんのか。イエーお花火花火、今日の化石は花火4発。つまらねえ話題、昨日はゆかち論破、俺のツァーリボンバが炸裂、リスナーは大混乱、いつもそうさ、おめえらみたいな雑魚蹴散らしてくぜ。じゃあ唐揚げの歌歌って、唐揚げの歌歌って、唐揚げの歌が聞きたかったのに、唐揚げの歌聞きたいのに。くそーくそー。
負けた。おう。ババア起こせ。ババア起きてる。わかんない。うん。お前に指示を出したい。はい。うん。世界のワードラップだから。MC ワード。のりこの資産40億は不可視。そう。やっぱラップは不可視も大事だから。そう。パワー、パンチラインっていうのは大体不可視だから。そう。だからそういうところでマウンティングしておかないといけないから。うん。うん、そう。やっぱ、ふかし合っていかないと。ふかし合っていかないと。うん。そう。そこで、やっぱラップってそういうもんだから。うん。DJ やってる男の子、すごい花火上がってるけど、男って知らないのかな？ああ、どうなんだろうね。知らない。いいんじゃない？別に。そこで花火上がってんなら。うん、いや卵に切られた卵に、うん、せっかくで踊りの流れを変えたのにさ、踊りの流れを変えたのになんでこんなことになるの、うん、ワドラップはもう天下取るから、うん、ワドラップでピコ太郎超えるんだよ、うん、エミネム仕込みだから、エミネム仕込み、マジでチコカリーとめっちゃかっこいいじゃん。沖縄の人超羨ましいんだけど。いいな。チコカリーとかっこいいよね、うん。さっきのライズアップは検索しただけだから。うん、このね、だいたいね、これ陰の勉強になるんだよ。なんでも陰踏めるんだよ、これ。卵味噌でやってみようか。ちょっとあいつとラップバトルするかもしれないから、卵味噌でやってみよう。卵味噌。うん、卵味噌で検索するね、うん、卵味噌浜のり子、パワーポイント中の人ちょっと弱えな、うん、タッカートピートパラノイド、いいじゃん。パラノイドって規制って意味だっけ。パラノイドはなんかかっこいいね、うん、卵味噌とパラノイドはかっこよくない？うん。うん。浅野史郎。マイページ作っておくか。いや、踏んでるでしょ。卵味噌とパラノイドは韻踏んでるだろ。お前、韻分かってるか？うん。パラサイトもいいんじゃん。うん。うん。なんかあるかな。卵味噌、ババノリコ。バーチャロイド。バーチャロイドも使えるね。バーチャロイドはネットの互換性がいいから。卵味噌、バーチャロイド、卵味噌。多分ね、こいつ陰の意味分かってねえよ。陰踏んでないとか言ってるの、陰の意味が分かってないよ。うん、三段飛びを。三段飛びをちょっと高度な陰の踏み方なの、うん。ちょっと陰ノート作っておこう。対卵味噌対策で。バーチャロイドいいね。あ、卵味噌の手前味噌から入るか。卵味噌の手前味噌っていいね。かっこいいね。もっともたった感じがいいね。なんかあの DO みたいな感じでね、もっと、うん、卵味噌のみたいな感じでいこうか。ちょっとブリブリだぜっていう感じ出していこうか。もっとラップやるときはノーってね、こう手前味噌ってこう持たる感じを出していこう。あ、こいつ絶対薬物やってるなっていう感じを、うん、そういうのも大事だから。いや、そういうの大事なの、ラップは。あ、こいつプッシャーだなとか、やっぱその、いや、バックになんかいるなっていう感じを声に出さないと。やっぱり俺は分かってるから、そういうの、うん、声の質感で大体悪かどうか分かんの。だいたいね、あの、クレバとかは声が高いの。そう。だいたいクリーントーンのやつはね、あの、要はね、メジャーに行きたいやつはだいたいクリーントーンだから。クレバとか。そう。そう。
そういう言葉のチョイスで大体わかる、俺は悪かどうか。いや、わかるでしょ、あ、こいつ本物だわってなるから。ちょっとよくわかりません。あの、ローマ字読めないからカタカナで書いてください。僕日本人なんで、はい、カタカナ推奨枠です。漢字とローマ字は日本人にあらず。そりゃそうでしょ、カタカナとひらがなを駆使していくファイターだから。工藤新一みたいな声してる。え、コナン？コナン？そう、世界の和道。ワドラップ、ワドラップ流行るの？コナンの工藤新一に声似てるかな？初めて言われたな。ラップしてみろ。だからさっきやったよ。さっきやったよ。ワドラップやったよ。いや、ラップはもう永遠とできるよ。ラップだけで雑談でできるよ。ただ涙出るよ。いいの。涙止まんねえし、花火止まんねえよ。それでもいいんだったらもうラップ続けるよ、俺。すげえ悲惨だよ。やっぱあのリアルだから、ああ成田でいつも買いに行ってた俺のファッションジーンズメイトとかだよ。いいの、いいの、泣けてくるよ。友達はいなかった土地行きたかった東京に夢見てた51号とかだよ。いいの、うん、泣けてくるよ、泣けてくるよ、涙止まんねえよ。だいたいあと母ちゃんありがとうって感じだよ。だいたいサビは母ちゃんありがとうみたいになるけど大丈夫なの？いいの、いや、母ちゃんありがとうみたいな感じだよ、お母さん産んでくれてありがとうみたいな、いいの。号泣するよ。あと大体季節とか入ってくるよ、春とか秋とか冬とか、いいの。冬に行こうとか春に来ようとか、いいの。春とか冬とか桜とか、桜とかあれだよ、そういう感じだろ、震えたり震えなかったり。花火くんね、ところで。ところで話変わるけど、花火をくれない？できれば、できればハラミ、ハラミじゃねえ、ハラミじゃねえよ、花火くんね。のんちゃんのことをラップでは歌えない、ほんと。のりこのことをラップでは、ラップに収まることがでない。のりこに対する愛が言葉にできない。ごめんね。のりこを8小節に収めることができねえわ。なあ、のんちゃん。なあ、のんちゃん。うん。のりこを8ビートに、のりこの愛情を8ビートで収めることなんかできねえよな。そうだ。バニー、できない。ラーラーラー。あのさ、小田和正のさ、明治安田生命の CM 汚くねえか。あれ、ずるいよな。あのさ、雨上がりのはずるくない？あれ
もう俺ここだけでも涙出そうになるんだけど、わかるこれ。あの歌汚ねえよな。あれなんて歌だっけ、明治安田生命のトゥ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 ーンってやつ、時を超えてってやつ。これどこのメーカーだろう、わかんない。2000円で中古で買った、うん、君を愛せるか。あれずるいよね、あれずるいよね、泣かせようとしてくるもんね、うん、なんであと泣けるさ、あのマット動画ってやたら子犬が出てくんの。ずぶ濡れの子犬がもうこんなになってるじゃん。なんなのあれ、あのマット動画の絵師はなんでずぶ濡れの子犬がもうすごいことになってるじゃん。あれずるいよね、なんで子犬濡れてんだよみたいな。あれ腹立つんだよな、濡れてる子犬は卑怯だろ。え、子供の成長とかに合わせたらパパママ涙深き。あーそっか、その辺狙ってんのか。うん、犬はずるいよ、犬出すやのはずるいよ、濡れた子犬なんてさらにずるいよ。いや濡れた子犬はずるいだろ、うん、ずるいよな、許せねえよ。そんなん泣くに決まってんだろ、犬が濡れてたら大体泣くだろ。ずぶ濡れの子犬見て泣かねえやつなんかいねえよ、なめんなよ、子犬に謝れ。のりこずぶ濡れにしてってなんかあれだろう、それいやらしい感じだろう、スケベ。どれだなこれ、このコメントどれだな、うん、どれは死んだ、うん、死んだマジ、どれは死んだ、うん、旅立つ日はガチで号泣した。あとあの俺コキアのありがとう知ってる、みんなコキアのありがとうずるいよな、あれな。マット動画いっぱい出てるけど。コキアのありがとうは、俺は一番泣かせに来てると思ってる、あれは。あれ汚ねえよ、うん。子供と動物はね、鉄板だって言うもんね。YouTube も鉄板らしいよ。そう、どれの死んだ食堂だから。うん、いやーもう、ちょっと、あれはないね。あの放送はないね。聞いた？昨日の放送。昨日さ、あ、ドレさんってさ、体調悪いとこうやって画面になってた。ああ、みんな、あの、俺今日トレーニングやって違うんだよ、俺よ。お前、雑談できないと声出るんだ、しょうがないな。いや、バカ野郎。あ、で、俺今日、寝落ち配信だから、眠っちゃうかもしんないけど、あ、トレーニングで、救急車呼ぶだろ。この放送は救急車呼ぶだろ。いや、マジでこんな感じだよ、昨日。いや俺寝てるって言ったじゃんって言ってるけど聞き取れねえよっていう。いやリアルにこんな感じだったよね昨日。そりゃ救急車呼ぶだろリスナー。おう、いやあれはダメでしょ。いや笑ったとかじゃなくて、あれ本当に本当にコメント欄で大丈夫かってなったよ。俺前回はリアルタイムで見てなかったの。ドルさん放送やってるわっつったらさ、こんな感じだったからねえ、そりゃ救急車呼ぶだろ。あんな放送枠つける方がおかしい。普通にみんな呼ぶだろ、心配して。なあ。そう。ネタが尽きたっつうか、まあ体調悪い日に、配信つけたらダメよ。寝落ちをするのはダメよ。でもまあちょっと心配だよな。なんか脳にダメージ溜まってそうだよな。だってさ、普通さ、枠開いて寝るか？しかも2回目だよ。で、本人が自覚ない。普通だったら配信やめとこうっていう判断するわけなんだけど、なんなんだろうな。やっぱ花火がなくて収入困ってんのかな。いやもう本当にね、ちょっと、1週間休んだ方がいいよ、うん、
やちょっと休んだ方がいいと思う。さすがに配信になってない。いやプライベートももう何言ってるか分かんないよ。何言ってるか分かんない。いや水増しはまあ前からみんな分かってたことだから別に本人気にしてないでしょ。あ俺は体調悪かったよ。体調悪かったけど本当に倒れたな。だから本当に倒れたところはもうあれじゃん、放送してなかったじゃん。いやひどかったよ俺も。俺はマジでのんちゃんに死ぬって伝えた。シャカとペコを頼むって書いたからね。シャカとペコって。えマンスリーユカチ消えた。嘘、マンスリー消えた。ユカチ消えてねえじゃねえかよ。ここにいるじゃねえかよサミュエル・モーランドさん。消えてねえよ。メガホンを発明したサミュエル・モーランドさんがいるだろうがよ。消えてねえわ。メガホンの第一人者だよこの人。消えてないです。1位です、サミュエル・モーランドさん。いやなんだよ消えてないです。うん、これユカチーだよ。ユカチーはサミュエル・モーランドさんになった。サミュエル・モーランドさんはちなみに1600年代にメガホンを発明したメガホンの第一人者だから、うん、反省してないあの女は。そう偉人になられた。おい花火くれ、花火、花火師、ちょっと花火師頼むよ。不安になるよ花火師さん。ちょっとどうしたの。いや花火師さん、くそーくそー悔しいよ。あー悔しい。花火ちょっと本当に170人のちょっと元気玉で行こう。元気玉でどうした今日。社長、社長どうした。社長不在、会社回らないよこれ社長いなかったら。いや社長人参いらないよ、人参いらないよ。花火ないと死んじゃうよ。いいの、かわいいワドちゃん、かわいいかわいいワドちゃんが死んじゃっても。しかもドルさんのお父さん亡くなったみたいだよ。うん、いやそれはね A 版にしてほしいもん。 A 版だよあんな女。行くよーって。うん、花火師さんいないと成り立たないよねえ。花火師さんいないと成り立たないよこの放送。いいんだよお気持ちで、ファンタスティックなんていいんだよ。20人の花火一発ずつ、20人のファンタスティックじゃないんだよ俺が求めてるのは。みんなからのお気持ちだよお気持ち。何こエアコメントしかないの、コメント花火しかないの今日。嘘だろ、マジかよ。嘘でも踊っとくべきだったって。だって俺踊りで落ちなんか見えないもん。分かったよ踊るよ、ファンタスティックで踊るよ。分かったよ、もうプライドないよ。ファンタスティックで踊るよ。ファンタ、のんちゃんも踊ってくれる？手伝ってくれる？一緒に事故る？わかった。ファンタスティックでのりこと踊る。それで手打とう。どう？ファンタスティックでのりこと熱烈なダンス。それで行こう。それで手打とう。のりこと踊る。もう。背に腹は変えられない。選曲は何がいいかな。選曲は、選曲、選曲は何がいいかな。え？竹藤、竹藤、竹藤、あんな激しいダンス踊らせんの俺に。ちょっと待って、竹藤、
お前選曲ミスだぞ、それはやめとけ。竹藤は危険だよ、こんな狭い部屋でこんな狭い部屋で竹藤かけたらハードル上がるぞ。お前何にも分かってねえな、配信のこと。養分は花火くれって言わない。うるさいうるさいうるさい。才能のないやつと才能のあるやつを比べるな。うるさい。養分の話はするな。いいんだよ、上がらなかったら上がらなかったでいいんだよ。うるさいうるさいうるさい。竹藤はハードル上げすぎだろ、うん、どうせ上がらないんだよな、ゆかち何したのか知らないっていうのがよくわかんねえわ。もう昨日あんだけ話題になってんのに、あんだけ大事件になって、あんだけ全員ゆかちの話してて、なんでゆかちが何したか何し知らないのかよくわかんねえわ、よくわかんねえだろそれ。たぶんまあ竹藤っていうチョイスはねちょっとね、いやもういいや、今日終わり、ありがとう竹藤。踊りたくないから終わり。お疲れー。